久しぶりに彼女に会いに行った。おかえり。ただいま。キコーナ。はい、皆さんこんばんは。こんばんは。はい、コーナーチャンネル金曜茨城サイト店、本日は店長集結ですね。よろしくお願いします。大丈夫ですか、ギワ店長。大丈夫、大丈夫ですか。あ、マイク入ってる。ちょっと待ってくださいね。はい、電源入ってないじゃないかな。ちょっとお待ちください。はい、これでいけますね。はい、OK ですね。はい、OK ですね。申し訳ないです。申し訳ございません。はい、本日はね、茨城サイト店から、月始めということでね、店長集結ということで、本日もよろしくお願いします。はい、今日は集結の日かということでね。そうですね、第一金曜日は集結の日。そうですね、はい、もうだいぶね、はい、恒例になってきましたけどもね。はい、はい、じゃあ早速、これも恒例となりましたけども、大阪エリア26店舗ということでね、こちらじゃあ誰が、はい、説明していただけるんですか、今日は。ですね、ちょっと日付書いてないですけども。そうですね、日付変わりました、今日、はい、7月4日、7月4日、第1土曜日、はい、キコーナー大阪エリア26店舗、はい、全店、はい、朝10時から営業いたします。あ、なるほど。まあもうね、これ見ていただけたらもう、はい、ね、分かるんじゃないかなと思いますので、はい、はいはい、これあれですかね、整理券とかは各店も配布してるんですかね。なんか再入場とか時間が変わってたような気がするんですけど、サイトは。サイト9時15分抽選です。はい、あ、サイト9時15分です。いつもよりはちょっと早めになるんですか、ね、いつもより15分早めにやってます。あ、わかりました、はい。じゃあその辺ちょっとね、お間違いなくという感じですかね。はい、混雑が予想されるためです。そうですね、はい、混雑が予想されます。千里と茨城はもう変わらずって感じですかね、前いつもと。チーは入場整理券配布しております。あ、整理券配布ということで、はい、なるほど。抽選時間はいつもと同じ9時45分。わかりました。混雑が予想 されます、はい。噛んでる噛んでる。噛みました。すみません。落ち着いて落ち着いて。はい、茨城はどうですか、変わりなく。いつもと、はい、いつも通り、いつも通りで、時間はいつも通りです。あ、わかりました。まあ、この辺はね、はい、ちょっと間違えずに、まあ、大丈夫かなという感じですんでね、はい、皆さん、週末はですね、まあ、明日、4月4日ですけども、茨城サイト店、茨城店、千里店にぜひお越しいただけたらと思いますので、はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、ということで、今日なんですけども、まあ、この3店舗店長が集まっているということで、はい、まあ、何打つかっていうのをちょっといろいろ聞いたんですけども、はい、今日は何打つんですかね。久しぶりにちょっとスロットを。あ、スロット。はい。あ、だいぶ久しぶりですよね。だいぶ久しぶりです。初回ぶりじゃないですか。バジリスク以来じゃないですか。はい。バジリスク以来ですね。そうですね。まあスロットということはね、まあ設定があるので、はい、まあ今日はちょっと見せたもん勝ちプラス、まあ設定カンパをしてもらおうということで、この中スロット詳しい人いますか。おおって感じですけどね。誰もいないということでね。はい、まあ今日はね、エヴァンゲリオン希望の槍ですかね。これ新台なんですけども、茨城サイト店エヴァ何台入ってましたっけ。エヴァ5台です。5台、まあ、たくさんのお客様支持いただきましてね、今日もデータランプたくさん回数ついてましたけども。そうですね、やっぱり多いですかね、連日。そうですね、もうフル稼働ですね。なるほど、はい、まあ、こちらね、 A プラス ART ということで、まあ、以前の5号機にちょっと戻ったような感じでね、ちょっとマイルドな感じですけども、まあ、あんまり配信いいところ見せれてないので、ちょっとお三方頑張っていただきたいなと思いますので、よろしくお願いします。お願いします、はい、千里は、エヴァ何台入ってるんですか。3台です。あ、3台、はい、茨城店は5台あります。あ、5台、あ、なるほど、茨城サイトと同じですね、はい、はい、じゃあぜひ千里とね、茨城にも、エヴァンゲリオン入ってますんで、サイトもよろしくお願いしますね。はい、あ、俺もスロー分からんとか言ってますけどね。はいと言ってますけども、じゃあ本日ですね、設定カンパ一応役職の方にね、あらかじめ設定入れていただいてます。まあ、答えはこちらでは分かるんですけどもね、もう店長たちは一切分からない風になってます。まあ、こちら設定カンパできなかった店長はケツバットということで。ケツバット、はい、当ててください。ケツバットって罰ゲームでしょ。いや、設定カンパすれば大丈夫です。罰ゲームあがんっていう話。いや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 、え集結はあんま関係ないって聞いたんですけどね。あ、一応まあでも設定カンパできたら全然ケツバットしなくていいんで。できた場合は 何があるんですか。一応ね、3店舗の店長ちゃんと設定カンパできたら、はい、我々がケツバットを受けます。じゃあ2人ともですね。あ、もう2人とも、はい、もうそこは甘んじて受けます。もうそれは素晴らしいと、もう拍手しますんでね。いや、
あ、じゃあ、はい、ちょっと協力プレイですね。そうですね。初のみんなで考えよう。考えるんや。で、スロット詳しくない人たちが設定看板わらわらと言ってますけどね。まあ、今回一応高設定の挙動が、分かりやすいというかね、その設定したの、演出もたくさんあるということで、エヴァはちょっと分かりやすいんじゃないかなと思いますので、頑張って設定看板していただきたいと思いますので、よろしくお願いします。インパルス、インパルスってやってますけどね。はい、訂正しました。そうですね。今日はもう、インパルス、包みしたとね、板倉いますんでね、はい。はい。ぜひそのコメントもお待ちしてます。はい。ということで、じゃあ、台、一応3台用意してるんですけども、稼働真ん中、左端でありますけど、誰がどこ打つとかも決めてるんですか？いや、まだ決まってないですね。決まってない。いや、これ結構設定カンパする上では結構重要かもしれませんのでね。どこ座ります？稼働、どうしますかね？右稼働。誰行きます？なんかありますか、ジンクス。じゃあ僕行きます。あ、右カード、はい、最高電池行きますかね。じゃあ、真ん中は僕すみません、左がいいです。あ、左端の方がいいということで、じゃあ左ね。じゃあ真ん中、じゃあ、はい、残りもんということで、包み下電池をね、真ん中座っていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。じゃあ早速ね、もう時間になってますんで、はい、お席の方移動していただいてよろしいですかね。はい、はい、メダル用意したかな。あ、メダルね、ちょっとお待ちくださいね。はい、あ、王子こんにちはって言われてますけどね。あ、こんにちは。はい、3人よりは文殊の知恵って言われてますけど、ね、間違いないね。まあね、設定3台ってどこの3台ですか？この3台ですね。角3ですね、はい、はい。じゃあね、今カメラもお持ちしますので、じゃあ皆さん、これちょっとカメラ置いとこんでお願いしていいですかね。はい、はい、お願いします。あー、ごめんなさい。よいしょ。あ、すみません。あと、すみません、マニュアルに戻しておいてもらっていいですかね。今オートなってますので申し訳ない。オルト、あ、あれですね、マニュアル、カメラですね、はい、オートとマニュアルなと思います。これ、はい、いいですね。これ、音とか、音はね、3台ですんで、多分2ぐらいでいいと思いますね。音とかなんかどっかあるんですか？これですね、きっとね。キャラ選択したら、あ、キャラ選択もできますよ、もちろん。2で。これでね、結構キャラの好き嫌いとか、分かれそうですけどもね。レイちゃんでしょ。あ、レイちゃん。はい、宮城店長はレイちゃんが好き。レイちゃんが好きです。あ、レイちゃん好きなんですね。あ、原作してるんですか？いや、ちょっとしか知らない。あ、ちょっとしか知らないけど、レイちゃん推しということで。はい。堤下店長は？僕は男の子のようにします。男の子。わかりました。男の子ね。はい。サイコ店長は？僕はアスカにしました。あ、アスカ。あ、なるほど。やっぱりレイとアスカは選ぶということでね。OK かな。はい。ですね、はい、じゃあ本日はね、設定カンパバトル、3店長頑張っていただきますので、よろしくお願いします。では、シラスタート。じゃあお願いします。ホモーって言われてますけどね。ホモじゃないよね。ホモじゃないね。あと、サイコ店長のカメラちょっと明るいんですよ。はい、はいはい、ちょっと下げてください。包みした店長から男の香りがすると言われてますけどね。あ、男を選んだからってこと。もうちょっと寄ってもいいですよ。はい、もうちょっとカメラ下に向けてもらっていいですかね。はい、そんな感じでお願いします。あと、包みした店長のカメラももうちょっと寄ってください。これって、はい、どこ狙ったらいいんですか、最初。最初はね、赤ナラでも良かったと思いますね。チェリーを見えるところの位置で狙っていただいて、赤ナラ、はい、で、左にチェリー止まったら右側にもチェリー狙ってください。ああ、はい、こんばんはってね、アスカ選んだって言われてますけどね。はい、OK ですね。そんな感じで、お願いします。あ、レイちゃんだよねってね、庭商店長、俺もレイが好き、さすがって言われてますけどね。いや、ありがとうございます。いや、レイちゃん選んでさすがって言われてますけどね。はい、いや、アスカとね、レイちゃん結構分かれてますけどね。あ、レイちゃんいいよねって言われてますけどね。板倉店長、阿部ちゃんをこまこまにあげてって言われてますけど。いやいやいや、それは無理です。そうですね、ちゃんとね、挨拶来ないからダメですよね。はい、茨城店のね、女性スタッフ、阿部ちゃん、かなり人気ありますけどもね。はい、またね、次回以降出ていただけたらと思います。レイと言われてますね。自分も今日、エヴァ今日初打ちしました。暴走ってどのくらい乗るのが平均ですかって言われてますけどもね、暴走モード確か270ぐらいは平均乗るっていう風にね、雑誌では書いてましたけども、結構今回ね、上乗せ特化が多いので、まあ、暴走モードと、あとピアノモードだったかな、が結構ここで上乗せすると、大量出玉いけるんじゃないかなって感じですけどもね。まあ、すいませんね、この3人あんまりスロットよくわかんないということで。はい、ちょっとね、頑張っていただきたいと思いますので。ちょっと昔のエヴァやったら、昔は打ちまくってたんですけど、A タイプの時ですかね。 A タイプの時は今ね、ちょっともう ARTK になっちゃったんでね、ちょっと難しいかもしれませんね。まあ、ちょっと
年齢的にもスロット打つのしんどいあちょっとねもうやっぱ肩こるしねやっぱね若い子多いですよねスロッターね。そうなんですよ、はい、まあね今回フリーズとかもあるのでフリーズもあの2種類あったのかな、覚醒フリーズとコードトリプルセブンですかね、あのこちらのフリーズも結構あの大きい音源になってるという感じなんでね、まあ、その辺も見せていただけたらなと思いますね。スイカチェリースイカ400枚出るキナナのあるやつとかを打ちましたかと言われてますけどね。あ打ちました打ちました。あこれ昔のねエヴァですね、はい、想像モードとか言われてますけどね、閉店20分前に隣フリーズしてたよっていう人もいますけどね。はい、これね37と言われてますけどね、雑誌見たらトリプル7って書いてるんですよね。どっちが本物か分かんないですけどね。はい、いやね今日もなんかえらいね、たくさんのお客様来ていただいてね、ありがとうございます。ありがとうございます。いやね、ちょっと設定カバー頑張ってもらいますんでね、はい。あの、でも僕の台はね、はい、良さそうです。あ、そうですか。なんで、なんで、なんで良さそうですか。なんか、感覚的に。雰囲気出た。あ、じゃあ最高店長の台はもしかしたらいいんじゃないかもと。まあこれもね、今日2時間経ったらどうなるか分かりませんからね。一応ね、高設定の、スターがね、結構出てるということで、雑誌見る限りでは、まあ、あの、設定6、確定が演出とかもね、いろいろあるみたいですので、まあ、カオルの声が出ると設定6とかね、ミサトさんの声が出ると設定4以上とか、いろいろあるみたいですけどね、もう結構この辺の演出、皆さんね、見られてるんかなって感じですけどもね。堤下店長一緒にカレー食べに行こうと言われてますけどこれですかね、サイト店の横のココイチの話、はい、ココイチの話ですねはい、ぜひあの一緒にね、はい、食べに行ってみてください。これ俺はみんな6やと思うと言われてますけどねいやーどうかな、さっきもね、ちょっと見せてもらった感じではあ結構、ここの主任さんは結構考えるんやなっていうのがねよく分かりましたけどね。マジで、はい、みんな一緒ではなかったですね。マジか、はい、バラバラなんですか。結構ね、はい、一緒ではないということだけ言っておきますマジで、はい、頑張っていただきたいと思いますね、はい、庭所店長チャンスゾーン入ってるよって言われてますけどね、これ一応自力解除ゾーンですかね、はい、はい、今日はエリマネ来ないのって言われてますけど、この辺どうですか店長。マネージャー見てますか。早く来てって、早く来て待ってますよ、早く来てくださいよねえ、ボンドマネージャーやっと免許取れたというふうにね喜んでましたんで、ぜひ車で来ていただきたいと思いますけどね。はい、設定123かなって言われてますけど、いやその辺もねちょっと違いますね、どうだろう、ボンドマネージャーはーってね言われてますけど、 AIT 入ってる。あ、そうですね、今警報鳴ってましたね。はい、お、入所店長早速。え、これスタンバイってなってる。あ、はい、じゃあエヴァイ、そうですね、エヴァインパクト。ほら。ART ですね。早いね。ミスたでしょもう。お、ミスた。あ、速攻入れたということでね。ちょっと正直スロットになると、はい、パチンコより、はい、集中してしまうんで。あ、確かにね、ちょっと喋りにくいかもしれませんけどもね。喋れない。あ、じゃあちょっと熱そうな演出の時、はいはいってこうね、カットインしていただいてですね。あともうずっと黙っとっていいですか。ダメ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 。コメントくれなくなるから。とりあえずはい、スロット頑張っていただいてね。はい、設定看板もしていただいて。あ、初期ゲームは50ゲームですね。50ゲームですか。はい、早いですね。はいはい、まあ、この辺もあれでしたっけ、食ゲーム数70だと設定6濃厚という感じもあるみたいなんでね、はい、その辺もちょっといい設定のね、台の挙動もみたいですね。王子おめでとう見せますねと言われてますけどね、ニア商店長 ART 入ったさすがと言われてますね、はい、引き強いですもんね店長。いやもうだってミストカントレスナーさんへもうすぐね、はいはい、求めてきますから。なるほど。え、ちょっと待って、サイコ店長もなんか入ってない、入りました、入ったしれっと入れますよ ね、 すね、これはね、はい、打ち替えてますね打ち替えた、はい、なるほど、はい、この辺もちょっと設定カンバのポイント、ちょっとリセットかかった感じですね。なるほど、はい、いや本当やしれっと入ったなって言われてますけど、サイコも入ったってね言われてますけど、いやちょっと堤店長頑張ってください、ね、何も引いてないですからね、ね、堤下引き弱って言われてますけどね。いやいや今ね、はい、熱いっすよ多分。今スイカはね、チェリー来て、あ、スイカ2連続ですね。これいいんじゃないですか、ね、堤下店長覚醒するときですと言われてますけどねあ、覚醒待ちな感じですね。サイコ店長初期ゲーム数いくらでしたか。あ、50ですね。あ、50でしたか、はい、なるほど、まあ、初期ゲーム数したいところ、あ、ボーナス確定、あ、次回とか出てる、あ、本当だ、あ、プレミア出ましたね、はい、これプレミア、はい、これ何でしたっけ、何でしたっけ何が設定看板ですか。あ、これ何やったっけ、ジェピさん分かる、ボーナス確定画面今あれやな、マイク切ってるな多
どうだっけ、なんかね、次回系でもあったと思いますよ。次回予告だったから、幸福だと設定6だったような気がするんですけど、あとあれですね、ボーナス確定画面もなんかありそうですね、下みたいなの。昔カオルコンが出るといいとかありましたけど、なんかありましたね、はい、今回はそのまま揃えた方がいいですか。いきますか。昔のやつは、はいはいはい、バー揃えたら、そう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 、バー揃えての画面でどうこうってなります。そうですね、 ありましたね。懐かしい、懐かしい。あ、じゃあ狙いますか。上乗せ、バー上乗せ、アイバークラッシュ来ましたね。見せるねーってね、一人だけボーナスわらわらって言ってますけどね。あ、これは、ビッグの方ですね。スーパービッグよりビッグボーナスの方ですね。ノーマルの方ですね。早いねーって言われてますけどね、今日早いですね。どこの放送よりも引くの早いんじゃないですかね、今日3人とも、はい、これはみんな設定入れ替えたから最長恩恵かなと言ってますけど ね、この急にみんな当たっていくパターンなんやって言ってますけどね、みんな引っ張っていってる感じですね。あ、ノーマルビッグ来たねと言ってますけどね。あとなんか ART 突入画面か終了画面で、あの横のボタンを押すと色が変わるらしいんですけど、なんかこの色でね、緑とか赤が出るといいっていう風に、雑誌では書いてましたね。ボーナス中は目押ししてねと言われてますが、とつみさん店長、はい、ボーナスでね、あの音が鳴ると、はい、あの右左は適当でいいんですが、はい、ま、右真ん中は適当でいいんですけども、左だけ青7を、ビタ押しで、ビタ押しで、はい、そうなるとあの、はい、ボイスが出ますので、そこで設定差が可能という、ね、情報もありますので、青7を上段にビタ押しか。そうです、そうです、上段もしくは中でもいけたのかな、これね。わかりました、はい、残りゲーム数が多い、大きいから見やすいね。包みした店長、カメラ目線で打ってって言われてますけど、これ難しいですね。カメラ目線で、はいはい、ちょっと難しいですね、はい、ボーナッシュ目押ししてフリーズ待ってるからってね言われてますけど、確定出るまでに7狙えてね、覚醒したと言われてますけどね。包みした店長、しっかり頑張ってと言われてますけどね。ありがとうございます、頑張ります。最後店長もおめでとうと言われてますけどね。ありがとうございます、はい。包みした店長だけレア役解除だから、低設定の据え置きちゃうかっていうね、もう低設定っていうね、もう予想してる人いますけどね。どうですかね、ちょっと頑張っていただきたいですね。はい、ね、コメントも、たくさんね今日もいただいてありがとうございます、最初からね読んでいきたいと思います。こんばんは、スロに詳しい店長いましたかということで、誰もいなかったですね。はい、若津今日は店長集結と聞いて飛んできましたというね、ありがとうございます。はい、皆さんお晩です、今日も山形県から見てますということでね、いつもありがとうございます。こんばんは、タモさん何やってんすか、今日は集結の日かと言われてますけどね。青は2コマ目押しやからねと言われてますけどね。包み者店長、目押し得意ですか。目押しね、昔は得意やったんですけどね。ちょっとスローあんまり打たないともう見えなくなってきますよね。私もそれはよく思うんですけど、昔あの大花火のバービタとかもうビシッと決めてましたね。あ、ビシッと決めてた、はい、今ちょっと残念ながら無理そう。多分無理そうですね。左の方で青物がちょっと見づらいという場合は、はい、黒バーがちょうどその、青物の下についてますんで、あ、黒バー見た方がいい、はい、バーを中下段の2コマ目押しでも大丈夫だと思います、なるほど、わかりました。じゃあこの辺はね、ちょっとアホナナが見えない人はバー狙いということでいいですかね。っていうか、予告音があんま聞こえないんですけど、こんなもんですか。あ、その今シャキーンって言いましたよね、はい、それが予告音ですね。右真ん中は適当でいいです。右中適当で、はい、でここで、バーもしくはアホナナの狙っていただいて、あかん。おボイス聞けないぞ。心眼発動を包みしたって、ね、言われてます。老眼で見えなくなってきたんですねって言われてますけど、老眼の年じゃないよ、でもね、まだ若いですよね、包みした店長ね。まだ33です。そうですね、まだ若いですね。はい、どの店長の槍が一番鋭いですか、過去意味深って言われてますけどね。いや、この辺どうなんですかね。年齢的に言うと最高店長なような気がしますけど、どうですかね。みんな経年劣化してるんだね。皆さん、プライベートでエヴァとか打ちますかって言われてますが、この辺どうですか。いやスロット自体は打たないですね。スロットはね、パチンコでもね、エヴァシリーズ出てますけど、パチの方はどうですか。まあ、あんまり打たない。そう、まあそんなに打たないですね。もう今は打たない。もう今は打たない。あ、だってね、最後店長だってルパン好きですし、はい、包み下店長海好きやし、ニワシ店長ね、ガロ好きやし、はい、みんなね、それぞれ好きな、種類がありますんでね。さあ誰が店長でしょうとか、すみません、これみんな店長ですね。はい。まだ30代とか若いな、俺20歳っていう人いますけどね。これ自分が若いってね言ってもらうパターンですね。鋭さと硬さと長さのどれが大事ですか。最高店長ステーキ食べに行こうと言われてますけどね。行きましょう。最高店長やばいってね。
包み下店長代わりに私が狙いますよでじゃあお願いします、はい、もう30でしょうってね、全然関係ないけど初めてヨーグリーナ飲んだよ、マイマイカルピスみたいでいいねってことで、そうですね、ヨーグリーナ、なんかね再販したということでぜひ飲んでみてください。いやさすがギア商店長って言われてますけどね、はい、ありがとうございます。今はまだあと25ゲームぐらい残ってる感じですかね。はいはい、ギア商熱いぞって言われてますけどね、今あれかな、広角かなんか入ってるのかな。これあの役物折りっぱなしやでってコメントあったんですけど、それもデフォでいいんですかね。あんまよどうやったっけ、ジェミさん、これ良かったっけ、そのままで。これあのギア商店長の台多分ゲーム数減ってるからそのままで良かったような気がするんですけどね。どうなの。いや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 、マイコさんこんばんは。おっ、最後店長当たってる。これどっちですかね、ボーナスもしくは ART 直撃。最後店長は目押しはできるんですかね。できますよ。あ、できる。あ、はい、それは大丈夫。あ、ボーナスですね。いやー、今日3台ともちょっと調子いいですね。これカンパスのちょっと難しそうですけどね。黄色か。黄色難しいですね。難しいの。いやいや、黄色で判別判別するのはね、まあ、一応設定上の方だとね、1対1ということで、はい、青と赤がね1対1という風になってますけど、あ、最高だったってね言われてますけど、王子も見せてくださいってね言われてますけど、見せますよ、はい、スーパービッグボーナス早くお願いしますってね言われてますけど、6月末で仕事退職したんでとりあえず毎日パチスロー打ってますって言ってますけどね、ほどほどに頑張ってください。はい、リーチ目出てもよそ見する、左下ワロダーという、あ、これあれか、サイコ店長かリーチ目出てたんですかさっき。いや全然気づいてなかった。もうすいません、そのレベルですね多分ね、スロットね。目押しは得意じゃなかったけど AKB 打ちまくって鍛えましたという人もいますね。なるほど、俺は37だけどある程度目押しできますよってね言われてますけど、やっぱりねスロットも打たないとねちょっと目押しできなくなってきますけどね。そうそう、はい、あ、堤下店長もね今警戒入りましたけどね、熱いと思ったんですけどね、またこれね自力解除になるんですかね。はい、宮下店長もちょっとゲーム数が最後かなこれ、まあ、ここでまだありますけどね。あ、継続っぽいかなこれ。あ、チェリー行きましたね。あ、30ゲーム30ゲーム、あ、また、継続ですねこれね。はい、オール6でしょ適当と言われてますけど、いやー6じゃないっぽいね今日はね。マコツさんと、はいはい、僕も全部オール6や思ってたんで。あ、それはね文句はあの斉藤の衆議院さんに言ってもらっていいですかね。はい、あの全部お任せしたんでね今日はね。バコツさん演舞安定のピラミッデン &009 ラッシュ単発しましたってことで、いや残念ですね。宮城店長先週のようにブロック長の悪口言ってよって言ってますけど、ね、いやいや悪口言ってないですよね。言ってない、何の話かな。ブロック長の悪口言ってないね、言ってないですよね。目押しできる人ってはっきりと柄見えるんですかって言われてますが、これどうですかね、柄なんとなく見える人もいますけどね。そうですね、まあビタ押しできる人は見えるんじゃないかなと思いますけど、そうですね、AKB、 はいはい、 AKB で目押しとか新世代やなという人もいますけどね、まあそれでもね見えたらいいかなと思いますけどね。まいまいさんこんばんは、ありがとうございます。20だけど三好完璧どやーってね、羨ましいですね。さすが庭塩店長、さすが庭塩店長で2回いただきましたね。ありがとうございます。ね、大事なことは2回言うってやつですね。役物おかしい。退職3日で30万結構超えてビビッとってね、ピアノモード早く見たいということで、ピアノモードね、今回、上乗せ特化ゾーンありますのでちょっと頑張っていただきたいですね。大重視とは熱いんちゃうんすか。あ、これは初号機とのバトルですかね、じゃなかったっけ。あ、あれかビーストの方か。これ確かチャンスゾーンどれぐらいですか。自力当選の可能性ある。そうですね、スイカも引きましたけどね、これ応募しましたけど、あ、チャンスゾーン楽しそうだよって言ってますけどね。はい、なかなかこれで解除してるところ私見てないんですけど、どうなんですかね、期待度的には50倍ぐらいあるのかな、ね、言われてますけど、左下の店長は何度かホモ放送を仕切られていたお方ですよねって言ってますけどね。千里店のトイレで待ち合わせということで、はい、そうですね、最高店長ですね。ホモ放送ね、なんかわからないけど千里はホモがねホモホモ言われてますよね。まいまい全員の設定知ってるのってことで、さっきね、メモをいただきましたけどね、はい、お客様が大パンスターか、阿部ちゃんはコマコマさんに差し上げてくださいと言ってますけどね、この辺は挨拶来ないとあげないということでね、
庭商店長は社長の悪口言ってたよねと言ってますけど、めちゃくちゃねそんなこと言ってないよね。めちゃくちゃ、何これ。お、あ、これ何、三択失敗したらその時点で ERT 終了ですね。ああ、終わった。あ、なんか押さなあかんかったっけ、それボーナス。確かね、ボタンを押して色が変わるらしいんですけど、 ERT 通さなくてだったかな。だけね、ちょっとちらっと雑誌見たら書いてましたけどね。あとあれですね、ビッグ終了時ですね、ロゴの色とか、あと LED の色で設定示唆ということで、赤緑だとやっぱ高設定期待度が高いと。お、来た、初号機バット、初号機いいんじゃないですか。あ、ニワショ店長の役物、あれやね、そのまんまやってます。大丈夫ですか、ね、これちょっと役物、そうですね、台買います。しかもスイカめっちゃ来る。あ、スイカ来る。スイカ設定差あるんちゃいます？これめっちゃ設定差ある。そうですね。めっちゃスイカ来てます。火薬あるんじゃないですか。ほら、暴走来るんじゃないって言われてますね。ジャックと強である、なんかあるでしょ。そうですね。上段のスイカが確か強スイカだったと思いますね。初号機今のところ1回も負けてないよっていう人もいますけどね。役も壊れてるって言ってますけどね。ちょっとね。ね。降りて、降りたもんですね。あ、ジャックだよって言われてますね。あ、当たりましたね。これはどっちですかね、ボーナスか。どっちなんでしょう。あ、ART ですね。はい。え、この時に？あ、ボーナスの時です。ボーナス終了時にボタンを押してもらったら上の電気が変わるので、それで設定したもできるという感じですかね。どうですかね、いけます？ちょっと僕設定入れていいですか？と違う台で。それもあれですね、完全に、まあね、一応4台主任の方は設定入れてましたので、はい、ただちょっとまあ、ね、変わりますけど、そうですね、ちょっと見た目がね、良くないので、よろしくないんで、ちょっと入社手帳ね、隣も一応設定は変わってますので、はい、はい、左行きます。設定は5台全部にちゃんと入れて書いていただいてますので。あ、そうですね、はい、はい、当たりました。じゃちょっとカメラだけ変えてもらっていいですか。はい、移動します。入賞店長大パンしたから壊れたね。大パンしてないよね。はい。これ言われてますけどね。設定設定でしょ、どうせ。段取り。そんなことない？大丈夫ですね。ね。高設定入ってます。まあ、とりあえずバラバラですね。はい。それしか言えないです。高設定ももちろん入ってます。はい。隣6じゃない、棒読みって言われてますけどね。見せれへんからちょっとね。はい。最高店長、またリーチ名ガン虫って言われてますけどね。リーチ名わかんないもんね。あ、青7。さあ、スーパーウィーク引きましたね。やっと引きましたね。まあ、この辺でちょっと設定判別していただく感じですかね。強水化引いたまま交代ということですけど、ね、よし、ここまでで設定カンパしようぜってね、最高店長報告ってね、言われてますけど、今日新大阪駅で高橋店長と池田店長に会いましたという人いるんですが、今日確か会議ですね、はい、じゃこれあれかな、ちょうど帰る時なのかな、多分ね。そうですね、あ、お会いした方、てかよく分かりましたね、新大阪駅で。すごいすごいよね、パッと見て分かったんですか ね、この方ね、キコちゃんリスナーですね、すごいね。まめんねさん聞いてください、今日キャッツアイで一撃5万発出ました、あ、びっくりしましたってことで、すごいね、おめでとうございます。キャッツアイさすがですね。カオル君来たってね、嫌いな上司の名前言ったら前々からヒントもらえるよって言ってますけどね。いや、それするとね、ちょっと放送自体危ないでやめときます。コマコマの呪いですかって、ね、最高店長の台6ちゃうって言われてますけどね。早っ、どうですかね。ただ青はあれですよね、偶数ですよね。そうですね、青はよく出る台は偶数示唆ですね、はい、あとまあ上に限ってはまあ1対1というふうに1対1ですね、はい、雑誌書いてました。はい、最高店長さすがってね、カオル君って言われてますけどね。最高店長は内心中間設定と思ってそうと言われてますけどね。どうですかね、この辺はね、まあ、挙動的にはね、結構良さそうですけどもね。ああ、そうですね、悪くなさそうですね。そうそう、3台とも結構ね、いい感じですけどもね。もう有名人並みの認知度ですね、店長と言われてますけどね。これもうよっぽどですけどね、すごいよね。3810包み下板倉店長こんばんはって言われてますけどね。これ3810っていうのはね、宮戸っていう風にね、みんな呼んでますけどもね。どうもこんばんは、ニコ生初見です、いつも YouTube で見てますってことでね、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、皆さんこんばんは。まいまいさん、 JP 先生、最高様、王子、堤下さん、こんばんは、ね、ありがとうございます。こんばんは。こちらです、北節はクールビズじゃないんですかって言われてますけど、今日のね、夏服、お、はい、ちょっと待って、おー、うわー、お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 ー、ちょっと庭ショーカメラで、あれあれ、ちょっとあれね、さすがです。笑顔してるわ、
いい笑顔してる。いい笑顔してるわ。今日来ないって聞いたのにな。さすがっすね。いやさすがやわ。ほら来た。わらわらってなって。はい、北節エリアのね、マネージャー、ボンドマネージャーも来ましたね。これね、ボン様って言われてますけど、ね、これ自然とね、はい、カメラ3台しかないですどうしますかね、引きでやりますかね、はい、もう僕はあの休憩で休憩するんですかあ、じゃあいじっていったらいいんじゃないですか、みんな店長、はい、いじっていくスタイルで、ね、来たよ、はい、来た来た喋りで、そうですね、来たよ来たよ店長ね、来た、履歴書が犯罪者のボンドこんばんって言ってますけどね、ボンちゃん来た来た、あ、昨日の3兄弟の兄貴が来たってね言われてますけど、お肌ツヤツヤってことでね、お疲れ様です。いやびっくりした、あ、まだあの、あ、これ最後デートですね、はい、あ、ボーナス終わってすぐ ARD ですか、いいですか、そのまま引いたのかな、言われてますけどね、今日日付変わって誕生日の店長って誰かいたということで、7月4日いましたっけね、ちょっと忘れちゃったね、なんか関東ではヤッターマンが7万発出てたとか羨ましいって言われてますけどね、すごいね、そんな出るんだ、今月から11月くらいまで信頼ラッシュだと思うんですが、その中でパチとスロットの人気出そうな台ってどんな感じですかって言われてますが、堤下店長どうですかね。そうですね、まず直近ではルパンですよね。やっぱりルパン、はい、こちらは結構どのホールもたくさん導入しそうな感じはしますけどもね。そうですね、まあ、最後店長もルパン好きですしね。そうですね、早く打ちたいですね、はい、ハンドルがねちょっとどんな感じで動くのか楽しみですけどもね。あ、パチンコはマクロスとルパンに期待してるよという人もいますけどね。あ、マクロスもかなりマクロスも面白そうでしたけど ね、評価いい感じですね、ボンちゃんってね言われてますけど、ま、ボンちゃん晩秋小僧は打ち倒したってね、弱かったよって言われてますけどね。いや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 ちょっと待ってくださいよ、ま、あ、ちょっと打ってきていいですか哲也後ろで僕一人で、あ、じゃあ満州構造出たら社名してもらう感じですか、そうですね、はい、そうですね、あ、でもあれボンドマネージャー免許おめでとうって言われてますよ。 ありがとうございます、ね、車で来ました。あ、おお、え、もうあれですか、一人で普通に運転できるんですか。一人でできますよできます当たり前でしょ、免許もらってるんですよ。あ、なるほどね、初心者マークつけてないんですか。ちゃんとつけてますよ、もちろん。あ、なるほど、いや、よかったですね、初心者マークはつけんとあかんからね。そうそうそう、ね、はい、いやちょっとね面白いですよね。いやね、原付きじゃないっていうのがちょっと寂しいですけどねはい、よかったよかった。いや無事にね、はい、れて昨日から無事車通勤ということで。あ、なるほど、はい、大阪の道ってどうですか、あんまりちょっと怖くないですか。いや怖いですか、揃えるやつですか。お、どれですか。青7。あ、それはね、レア役ですね、レア役なんで、右にチェリー狙ってください。今日もおっしゃってました。これはどうなのかな、外れてたのかなすみません、この3人誰も今日スロット分かってないので。スロット分かってない、そんなことないでしょ冒頭で、そうそう、冒頭でですね、はい、スロット詳しい人って言ったら誰も手挙げなかったっていう、ね、僕もハテナ出てますけど、そうそうそう、これなんすか。お、ほらね、ハテナ出てますけどってなってるでしょ、これは、3択でしたっけ、6択でしたっけ。確か6択ですね、はい、これ外れると終わり、堤下店長のやつですね、はい、それで終了ですね。終わりですね。リプレイが大 V 字になったらその時の終わりかな。マネージャーエヴァ詳しいですか。エヴァですか、はい、全然詳しくないです。ないんかい誰も詳しい人いないってこと。全然知らないです。いや本当にニアショーティーチャーはね、昔のエヴァはよく打てたらしいんですけど。あ、僕も昔はね、真心君にとかね。あ、そうですね、A タイプ、はい、まあ、ちょっと時は今ね、ちょっと仕様が変わってるんでね。そうですね、はい、ちょっと分かんないということで。あ、左下の台良さそうってね言われてますけど、これサイコ店長の台かな。はい、おー、サイコ店長お願いがあるんですけど、来週の火曜日配信やりませんか。ムックちゃんが倒れそうと言われてますけど。ムックちゃん倒れそうなんですからしいですよ。大統領行きましょう。あ、行く本当に言っときますけど、はい、天休日なんですよ、火曜日が。なるほどね。ただ、天休日なんですが、はい、言っときます、やります。あ、やるいや、ムック店長やりますよ、どういう状況でも、はい、やるということでね、はい、大統放送ありますんで。マネージャーさんが初心者マークですか、熱い方のチェリアでと言ってますけどもね。車通勤ボンドやめて、それでなくても日本交通事故多いのにって言われてます。安全運転ですよ。ね、はい、初心者マーク投げ捨てるボンドマネージャーと言ってますけど、ね、投げ捨てないですね、はい、マクロスは開店3時間前から並んで遊ぶ予定ですって言ってますけどね。これ初日かな、すごいですね。そんなやっぱ期待されてるんですね。マクロスかなり好きな人多いんでね、コンテンツ的に。ファンが、はい、多いですよね、かなり多い。
まあ、私も、最初の、ね、パチンコ前のパチンコはよく打ちましたんでね、かなり楽しみですけどもね。あれライトミドル面白かったですよね。展示会でね、もう、新作の方は出てたと思うんですけども。そうですそうです、まあ、かなり良かったということでね、まあ、もちろんねこの北雪3店舗も入ると思いますんでね、まあ、その辺もちょっとお楽しみにしていただけたらなと思いますね。マネージャー台数増やしていいですか、ま、いやもう行きましょう。お、行っとく。あ、いいですね。増やしときましょう。もうそれはそんだけ期待されてるんでしょ。そうっすね。いやかなり、まあね、前のパチンコの方もかなり稼働貢献は長かったと思いますんでね、いいんじゃないかなと思いますね。継続率の 97.5% ロトパチ楽しみっていう人もいますけどね。あ、ロトパチ、ロトパチ、ロトパチね、もういいねって言われてますね。ロトパチね、ロトパチはいいっすよ。いや、ロトパチはいい、何がいいね。何がいいんや、教えてください。ロトパチはええんすよ。いや、ロトパチとりあえずいいんですね、わかりました。なんか女の人が出てた。ざっくりですね、かなり。大好きなボンちゃん、奈良駅前で写真お願いしますと言ってます、ね。ああ、ね、奈良駅前で写真。はい、これあれですね、奈良駅前の事務員さん。いつもありがとうございます。ボンちゃんファンですからね、そうですね。嬉しいですね。スロットはビンゴプラチナにちょっと期待してますっていう人ですね。ああ、いつ出るんですかね。はい、満州ナムナムボンド2666マネージャーこんばんは。ああ、こんばんは。ありがとうございます。今日僕誕生日ということでね、おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。待ち伏せいい。最後店長。歌ってあげなくていいですか。いや、歌うとダメでしょ。僕で大丈夫なんですかね。いや、そりゃそうでしょ。誕生日といえば、じゃあまた誕生日といえば、誕生日といえばイコールイコールなってますけどね。パチの窓バギも楽しみとしてますね。はい、ね、昨日の放送で圧力が新大阪駅で待ち伏せしたら会えると聞いたから待ち伏せしたら会えましたと言ってますけどね。いや、そんな情報あるんですね。純ちゃんもオギーもいてたってことで、関東のね、店長、まあ、今日会議だったんでね。今日会議やったんで、まあ、待ち伏せって何時間待ってたんやろね、すごいね。ほんまに待ち伏せしてたの。池澤店長と高橋店長に声かけたっていう人いました。芸能人みたいな。ほんまですね。いや、ちょっとみんな勘違いするからやめてね。すぐ調子乗るから、はい、サラリーマンやからね、みたいな、ね。そうそう、はい、4月4日に呼ばれてて映画あったりで、ね、スロットバイオも期待しますって言われてますけどね。あ、バイオ面白かったですよ。バイオ6ですかね、次ね。6、はい、もうすぐですね、月曜日からかな。茨城入ってます。お、何台入ってます。何台入ってるんですか。6台入ってます。お、大量いきましたね。じゃあちょっとね、バイオこれね、まあ、楽しみな方結構いらっしゃるんで。そうですね、はい、ちょっと期待したいですね。車の免許買いでおめでとう。車って何買うの、マネージャーと言ってますけど。ああ、車はもともと家 あるんで。ああ、なるほど。特別買わないですね。奥様の車をちょっと借りる感じですかね。はい、すいません、ワクワク店長ですかということで、これ白石店長とね、ボンドマネージャー間違えてる人いますけど。また、はい、よく似てますけど、ね、わざとでしょ絶対、ね。原付マネージャー昨日ね、ワクワク店長出てたんですけど、ね、そうなんですか。はい、あ、言ってましたね昨日。そういえば言ってましたよ。はい、なんでちょっとボンドマネージャーの顔がですね、はい、あ、ちょっとふくよかにと。いや、お互い様ですよ、それは。ほんまに。白石店長、一時期よりかだいぶというか、ほっそりされましたよ。え、ほんまっすか。そうそう、今日でも会いましたけど、はい、そうでもなかった。そうでもなかった。認めない認めたくない。なるほど。まあ、ちょっとね、奥様にちょっと協力していただいて、今、結果にコミットするところって言ってました、ね。メダルがなくなりました。そうなんですか。店員さん、はい、魚徳さんさん。鍵がないですね。癒しの笑顔いただきます。あ、やばいやばい、鍵あります。鍵あります。今日初打ちしたけど暴走モードが入って勝ちましたでね、おめでとうございます。メダルはこれいります。ああ、了解です。来月インドネシア行くんですけど、しとかったらエンデコに送ればいいですか。じゃあお願いします。モノマネじゃあお絵描きするとやってますけどね。これお絵描きはね、白石店長ですね。はい、ありがとうございます。あ、いけます、大丈夫ですかね。はい、はい、まゆみやさん、明日行けばネギ玉を殴れるいいお店があるって聞いたんですけど、どこですかって言ってますけどね。ちょっとすみません、その辺わかんないんでね、また聞いときます。期待大。エヴァはもうオワコンなんかなと言ってますが、でもね、茨城サイト、今日もたくさんお客様ついてましたけどもね。そうですね、今回のエヴァちょっと前のリンゴのやつとちょっと違いますけどね。なるほど。ちょっとまあ、お店でね、結構高稼働というのは聞いてるんですけどもね。結構いいっすよ、まあ、コンテンツ的にもね、やっぱりエヴァ人気ありますんでね。最後でちょっと大東に乱入してってね、言われてますけどね。なんかキコちゃん出る人対象のスロット講座やってあげてって言われてますけどね。いや、この辺はじゃあもうスロ線のね、森店長とか、そうですね、スロットお詳しいね、白石店長にちょっと、ご指南いただきたいなと思いますけどね。来てもらいましょうよ、こっちまで。こっちまで。そうですね、神戸からじゃあね、ちょっと呼びますからね。
ボンドマネージャーボンコいつ出るんですかって言ってますけど。ボンコですか。はい、ボンコはわかんないです、もしまた機会があれば。ああそうですね、はい、この辺はまあ水曜日の放送とかで、ね、ちょっと考えていただけたらと思いますね。そうですね、はい、森信子はマクロス F は映画まで全部見たよという人もいますけどね。今回の、ねパチンコ映画の演出結構使われてるみたいなので、ですね、はい、映画はまだ続いてるんですよね、ずっと。あ映画はね一応、フロンティアは終わったんじゃなかったかな。あ終わったんですか。前編と後編があって、はいはい、それで確か終わったはずなんですけどね。あなるほど、はい、指導したけど微妙だった。でマクロスはキコーナで発狂しながら遊びたいと言ってますけどね。発狂するんですよ。あ、ね、まあ、落ち着いて遊びましょう。落ち着いてね、遊びに来ていただければと思います。この発狂って聞いたAKB のね初代出た時思い出しますね。あの時もね結構こう普段パチンコ打たれない方結構いらっしゃって後ろで踊ってたりしましたからね。すごかったですけどね。はい、マクロス最速放送したらコメント荒れそうで、まあ、その辺はね賛否いろいろあると思いますのでね。はい、確か AKB の時確か注意学というか注意するじゃないですか、パチンコの時とか、はいはい、音楽流れても運動観念っていうのは、はい、あれが元々初代であったからっていうのもありますよね。あそうですね、うん、RTC ね、そうそうそう、はい、警告音が警告音っていうのが、ね、そうですね、マクロス映像見たけどめっちゃ面白そうやったよってね言う人もいますし、マクロスは前評判高い、マクロス楽しみってね、ロトパチはいい、カッコいらないと言ってますけどね。ナナシー打ちたいという人もいますね。あナナシー出ますね、豊丸の ね、はい、電薬のね、そうですよ、まあ、電薬のね、女子がね出てきますけど、可愛い萌えキャラまで出てくるらしいですからね。あそうなんすか、はい、煩悩ブレーカー全が出たら配信してと言ってますけどね、これはスロット、山田のスロットですね。あスロットか、ね、なるほど、宮戸で、ね、マクロスいつ出るのってこと、これ夏じゃなかったっけな。マクロスは8月、そうですね、お盆前後というふうに聞いてるんですけどね。そうですね、はい、前のマクロスを初日に打ったらペーパークロクラフトもらいましたっていうね。あなんかもらえるんだ、ロトパチって魚拓さんが宣伝動画出てましたよって言われてますけどね。あ そうなんですか。そうなんですか、講師ね、みんなスロットナノハが気になるって言われてますね。あナノハ、ナノハ入ってます。おあもう入ってましたっけ。はい、先のので、先ので入れちゃってます。ナノハは解禁、最速解禁いつでしたっけ。21です。あなるほど、あ7月の21ですね、はい、あなるほど、じゃあもう最速で、茨城県では打てると。そうですね、じゃあちょっと7月の21日、ね、までちょっとお待ちくださいね、はい、勝の着信ありもちょっと気になってるってしますね。あの富士商事変わってましたね、ラベルのとこ。そうですね、ホラー系ね、また出すんだって感じですけど、魚拓さんのあの服装はレア、魚拓さんの白衣姿がたまらんてで、スターライトブレイカー、菜の葉もう少し楽しみと言われてますけどね、刺激ですと言われてますけどね、ありがとうございます、魚拓さん最高と、嫁の車使って私使われないじゃないのってキレられるんじゃない、ボンドマネージャーと言われてますけど。そうですね、はい、勝手に乗るなとは言われました。ちゃんと許可取ってください。奥様の許可待ち、許可待ちですね。まず許可得てからじゃ運転できない。許可得ないと運転できない。あなるほど、なるほどね、はい、あ警報鳴ってますね。おこれまたそうチャンスゾーン来ましたね。これも当たりチャンスか。最高店長の場合結構コンスタント当たってますけどね。6でしょう多分、うん、断言しますけどね。6ですね多分。ゆかりぐるぐるにならない前乗りです、ね、そうそう、はい、関東のモッサン店長みたいに鉛がひどい店長って他にいますかって質問来てますが、どうですかね、鉛ひどい店長。鉛もっちゃんが一番ひどいですけどね。そうですか。なるほど、ちょっとたまに何言ってるか分かんないっていう時があるんですかね。まあ、大体やっぱり関西出身の店長も多そうなんでね。多いですね、はい、うん、ちょっとねあのモッサンが一番ひどいらしいですよ。、はい、リンゴなんてなかった森信子、地獄少女のライトバージョンとかはどう思いますかって言われてますけど。あ良さそうですね、面白そうですね、まあ、あのミドルもねすごい好評ですんでね。ミドルがまだ未だによう動いてありますからね。そうですね、私も地獄少女ライトバージョンだったら結構打つかなって感じですかね。そうですね、 F は終わったよってね、うん、エヴァって引き戻り成功確率どれくらいやろうって言われてますけどね。じゃあこの辺ちょっとね詳しい、リスナーさん教えてください。エヴァ好きやけど近くのマイホは、完全に客丼出たってね言われてますけどね、まあお店によって違うんですねだいぶね。そうですね、やっぱ大事に扱っていかないとダメですよね。そうですね、茨城サイトみたいにね、えらい押しね、押しますね茨城サイトね。いやでもね茨城も、千里もねエヴァありますんで。そうですね、この3店舗ね、はい、いやめちゃめちゃ大事に扱ってますね。もう優しく優しく扱ってますね。そうですね、踊る、私踊ってました。たこ焼き店長振られたから最近落ち込んでました、内緒ですよ、明日もみさん優しくお願いしますということで、これぶっ込んでいいの。ガチのやつですか。ガチのやつですか。姫路行った彼女じゃないの、違うの、あ振られたの、
え、彼女とかおったんですか。いや、私なんかあの姫路城行ったっていう話を2週間前に奈良配信でやってたんですね。えー、それ彼女とどうせ行ったんやろみたいな話になって、はいはい、ちょっと濁してたんですけど。あ、じゃあ彼女になりかけの人と言ってたってことかもしれないですね。いや、だって普通一人で姫路城行けるんです。いや、まあ行かないです。よっぽどの城好きじゃないと行かないいや、タコミ店長そんなこと聞いたことないしなと思っててあの人結構一人で運転してどっか行ったりしますよ。それはね、あの聞くんですけど、姫路城でも天守とかがあの1時間かかるんですよ一人で行きますもん。いやと思って、あ、振られたんだ。あ、杉さんありがとうございます情報じゃあね、あの明日の配信ちょっといろいろ考えたいと思いますはい、店長も一緒に踊ったんですか。で、ね、皆さんに質問なんですが、 5.5 号機ってどんなんですかって言われてますが、 5.5 号機まだ今ね、5号機のくくりですけど、今の基準機ってことですか。そうですね、まあ一時ね、その規制が入るので6号機になるかとかね、 5.5 になるとかいう話はありましたけど、うん、まあ現状5号機の扱いにはなってますけどね。5号機は5号機ですね、今のところ。そうですね、あの 5.5 ではないですね、うん、あらら、たこたこ振られたんやって言ってますけどねはい、ナノハはどう思いますかって言ってますけどね、スロット。いやー、コンテンツはすごい強いんじゃないですか。これかなり人気ありますからね。ですよね。はい、ね、まあ大型半径の一つになるんじゃないかなと思いますのでね。ただスロットとしてどうなのかっていうのは分からないですけどね。そうですね、もう実際やっぱりその店長たちがいいって思ってるのと、こうリスナーさんとかね、お客様がいいって思ってるのは全然違ったりしますのでね。そうなんですよ、それがまあ難しいんですよね。そうですね、そこがやっぱりちょっとね、ホールの難しいところですよね。はい、お盆明けやでマクロスってね言われてますけど、あひゃひゃおばんです、こまこま生産機事件について三店長の意見お願いしますって言われてますけど、なんすかそれ。寝屋川南のね副主任で、はいはい、こまさ副主任っていうのがいるんですけど、はいはい、あの生産機ですね、暴金ってあるじゃないですか、はいはいはい、あれをちょっと間違って捨てちゃったみたいでですね、あ、まあ、それ大丈夫だったんですけど、あの後でね、あの気づいて回収したんですけど、ゴミ箱から回収したんですそうそうそう、それをちょうど1週間前ぐらいやらかしたみたいで、いや、ニッキニ店長もお怒りですよねいや、そりゃそうでしょう、はい、それやばいし、200円残し庭店長やったら胸ぐら掴んでますよねいや、でもそれぐらいのことですもんねあ、違います。そうそうそう、まあ一応不注意ということで、ね、ちょっと違います。ちょっと違う、あ、ちょっと表現がね、表現がちょっとおかしいね、はい、あのパワハラちゃうね、はいはいはい、あの安倍ちゃん、そんなんじゃあげれません。で、たった200円やって言われてますけど、いやいや、それでもね、やっぱりちゃんとね、もうしないと、その辺はね、やっぱりお金は大事ですよ。いや、そうですよ、やっぱりね、合わなかったりしたら大変ですからね。はい、大変ですよ。闇に葬るんですかって言ってますけどねそんなことしないけど、まあでもね、ちゃんと注意はしますよね。そうです、そうです、はい、そうです。まあ、あの生産期、実はなんか5年ぐらい前にも1回したっていう風に言ってたんですけど、どういうことですか。同じこと、いや、あの開けっぱなしやったらしいですよ、生産期もそう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 、やばい、大丈夫ですかそうなんですよね。コマコマそんな長いんですね。コマコマはあのあれですね、白石店長とかと同期らしいんですよ。へー、あの本社のランカちゃんことね、山下さんも同期で、はいはいはい、まあでもただそのお二人に話聞いたらあんまり覚えてないというふうに言ってましたけど切ない。ちょっとね、おとなしい感じのキャラなんでね。あ、そうなんですね。こう配信出るとちょっとこうビッグマウスになるんですけど普段はすごいおとなしいね、あのちゃんとね仕事してありますのでね、大丈夫だと思いますけど、あの本人曰くは、あ、自分は寝屋川南のエースだと。そうそう、寝屋川のエースらしいんでね。いや、エースは暴金捨てないでまず、じゃあね、この配信ちょっとあの寝屋川南のねスタッフに 見ていただきたいと思いますね。影の薄いコマコマわらわらって言ってますけどねはい、らしいですよ。白石店長曰く KZ ですねってね、クズですねって昨日言ってましたけどねはい、クズって言ってますひどいな言われてました、ね、はい。皆さんサマージャンボ入る予定ありますかって言われてますけどね。サマージャンボね、まだ機会見てないですもんね。サマージャンボね、はい、あのマネージャーから行けという指示はあったんですけどね、はい、まあ、いや、あれはいかない。前にちょっとサマあのドリームジャンボね、似たような感じの機種入ってましたけど。そうですね、まあ、この辺もちょっとね、入れる店入れない店あると思いますけどね。あれ、重曹が5台ですね。ジュースを5台、いやいやいや、それビッグドリームです。それビッグドリームです。違う台ということでね、はい、
21日の台もう入ってるんやと言われてますけどね、まあ、あの先のということでね、入れるのは大丈夫です。そうですね、最速でやっぱ動き出させれますからね。そうですね、はい、まあ、あの稼働開始は一応21日ですからね。そうそうそう、間違いなく、はい、台は見れるんでぜひ見に来てください。そうそうそう、見に行くだけでもね、はい、そうですね、はい、左下の台は挙動いいね。そうですね、最高電池の台が一番設定良さそうでね、あの予想リスナーさんしますけどね。僕の台めっちゃ悪そうなんですよ、はい、何もないですね。何もないです、はい、さっきとちょっと変わって何もないです何もないです、明日は期待していいんですかって言ってますけど、まあね、お店来ていただいて、あの、ね、見ていただけたらいいんじゃないかなと思いますね。それが一番早いですわ。そうですね、はい、まあね、言えることとね、言えないことありますんで、その辺はもうお客様の、腕次第ということで ね、お願いします。肌で感じ取っていただきたいなと思います ね。あ、ボンゴさん、はいはいはい、どうぞ。26店舗朝から開けますんで。そうですよ、まあ、その辺もちょっと、はい、考えながらね、はい、まあ、あの千里店、茨城店、斎藤店、お好きなお店行っていただけたらと。淀川の方とかね、はい、よろしくお願いします。スイタとかね、エビエとか、そっちもね、あ、なんかね、北節のやっぱエリアマネージャーになったりね、ちょっと変わりましたね、前まではね、はい、とりあえず斎藤市やったんですけどね。結構幅広くて、幅が広くなりましたね。そう、幅、いや、いろんな、ね、はい、家にあるじゃないですか。家家に何があるんですか。いろんな家、いやいやいや、住んでるとこがね、うんうん、それぞれあると思うんで、ね、近いところに。まだ来そう。まあ、一応あの、大阪府エリアですかね、26店舗基礎のありますので、まあ、あの一番ねお近くの店いただけたらいいかなと思いますが、まあ、特に今日配信してるね千里茨城、斎藤は特に遊びに来てくださいと、ね、はい、あ、最高店長またチャンスゾーン来たわと言われてますね。来ましたね、はい、ボンドうぜーって言われてますけどね。ちょっとね、プライベートともう大移動してます私。あ、なるほど。あ、確かにね、庭商店長の台はちょっと定説っぽいねってね言われてますけども、今ちょっとスイカ来ましたね、はい、あ、ボンドさんいつものファンの女ですって言ってますけど、ね、あ、ありがとうございます。いや、なんかね、ボンドファンいますね。もうほんますか。本当それちょっと天狗ピーンって出ますからね。はい、エヴァは純増1.5枚だからねって言ってますけどね、チャンスが当たんないねってね、外線の稼働が多いお店にはエヴァ向かないのかなって言われてますけどね。まあどうなんですかね、この辺はもうお店によると思いますよ本当に。これはもう、はい、お客様の層な、そうですね、あの、はい、やっぱりね、あの若いお客様、あとね、はい、そういうこうゴッドが好きなね、客層とかもいろいろありますからね。そうそうそう、こういうのはマイルドな遊べる台。そうですね、そうそう、はい、まあ、今後ね、こういうマイルド系の機種は増えてくると思いますんでね。そうですね、そうなりますよね、はい、でも、はい、まあまあ長く遊べるんちゃうかなっては思いますけどね。そうですね、うん、あ、タコタコあかんかったんかってね、一人で姫路城笑われてね、マイホのエヴァボーナスだけで100回ついてたってね言われてますけど、すごいですね、デートの下見かってね言われてますけど、そういえばアスカの眼帯の下の謎あるけど、エヴァ9で第12の人で眼帯外してたよと言われてますけど、よく見てますね、これすごいね。キコちゃんタイトルで盛大に慰めてあげようってこと、あ、振られたからってことだから言ってんじゃん。タコさん振られちゃったんだ、かわいそうってね言われてますけど、これ今回のエヴァって、はい、ベルの確率に設定差あるんですか。あ、ベル確ね、共通ベルではあったんじゃないかな、確か。そうですね、あの、確か今回 ART 中でなくてもですね、逆押し可能でございます。あ、そうそうそう、はい、あの、どこから押しても大丈夫ですね。いいよね、はい、で、右押しして中段に揃ったら共通ベルだったかな。そうです、そうです。ただなんか ART 中とそのベルの、あの、数えが違うっていうふうに確か、ね、寝川南のね、スタッフさん言ってましたよね。アスカタモリ、チャンスでもなくてもチャンス言うからって、まあ最近の台多いですけどね。まあそうですね、はい、アババババと、絶対に窓曲げの判件が受けたからナノハ出したんちゃうかと言ってますけど、あ、まあちょっと似たような感じですけど ね、魔法少女で、魔法少女系のやつ、ね、そうですね、ナノハ導入したらキコちゃんに放送しますかと言ってますが、まあこの辺はね、判件の問題ありますんで、まあ検討したいと思いますね。ナノハはキコちゃん来たいと言われてますけどね、毎日コマコマ事件出るなと言われてますけど、間違いないですね。はい、コマコマ反省してたから安倍ちゃんをあげて庭商店長と言われてますけど、ね、そんな簡単にはあげれませんですよね、本当に。庭商店長だったらどんな風に怒るんだろうなって、ね、言われてますけどね。いや、それはね、はい、ちょっと言えないです。ちょっともそもそもそうということでね、あの、はい、配信がちょっとできなくなった。一回ストップね、はい、しばらくお待ちくださいで画面出ますんでね、はい、そうですね、はい、ありがとうございます。 YouTube にもちょっと上がらなくなった。
そうですね、ホール関係者はシダしか売ってないからわからないこともありますよねってことでね、まあ、ね、ちょっとだけですからね、まあでも そのちょっとだけの中でもね、いい部分と悪い部分っていうのは見えると思いますのでね、うん、皆さん部下に移動してこないことを祈っときましょうね、こまこまって言ってますけどね。それは、ね、かわいそうでしょ、そこまで言ったら、ね、それはもうね。でもこまこまさん結構あれなんですよ、歴代の店長、あのいい店長というか、まあ、配信で結構おなじみの店長の元で、あの働いてたみたいなんで、あの東大阪のドラえもん店長とかね、塩脇店長とか、東大阪でも働いてたんですね。そうなんですよ。おお、一角出てるじゃないですか。あれ、ね、もうそれあれ今赤七へけって言われてますけど、左下とか、おい 77% 来てたがなんぞや最高って言われてますけどね、一角出てますね。あ、赤七ですかね。あ、おめでとうございます。これ6やな。いや、これ6でしょ。これ6ですね。ね、6ですね。今のところスーパービッグどうですか。青1回と青1回、赤1回。あ、なるほど。黄色1回ですね。あ、なるほど。でも1対1ぐらいで出てますね。おー、6ですよ。はい、6来たと言われてますけどね。はい、コマコマ、はい、裏の畑に埋められるって本当ですかと言われてますけどね。じゃあその辺は2期店長に聞いておきますね。はい、言われてますけど、お三方に質問です。バロン木村の嫁さんの美顔ローラー事件について一言お願いしますって言われてますが、この辺ちょっとあの鶴見の担当の方しか分かんないので、はいはい、教えてもらっていいですか。あのね、奥さん萌ちゃんいるじゃないですか。この前あの公開でプロポーズね、まあ、プロポーズね、しましたね、成功しましたね。はい、はい、なんかね、この前はまあ男性のね、はい、まあ股のところあるじゃないですか。はいはいはい、物がね、そのね、物のところに、なんか、ピップエレキ板貼り付けたらしいんですよ、嫁さんが。寝てる間に的な、ね、寝てる間にいいらしいんですけど、ピップエレキ板をつけられたらしいんです、先っちょの方に。はいはいはい。で、先っちょをつけられて、今度次の日になったら、なんか、美顔ローラーをコロコロされてたらしいんですよ。それ、夫婦で何やってるの。どんなプレイやねん。いや、本当に奥様のね、萌えちゃんが非常になんか、不思議な、感覚の方らしくて、いや、そうですね、だいぶ不思議ですね。なんかいきなり奈良駅前店に来て手紙渡されたらしいですけどね。はい、その木村主義の奥さんがね、はいはい、奈良店に行きまして、いきなり手紙を渡したらしいですけどね、はい、店長と主任さんに。で、手紙見たらよく分からへんから立ててました。はい、意味が分からない。どういうことですか。大丈夫なんですか。そうそうそう、まあね、そういうちょっと特殊なお嫁さんなんですよね。だいぶ特殊ですね。まあでも木村主任曰く飽きないからいいって言ってましたけどね。まあラブラブロやなと思いますけどね。こまこまは5年副主任ですって言われてますけどね。エヴァ出るときは出る5年副主任です、ね、ああでも僕3年副主任やってましたから。あ、そうなんですか。僕だいぶ長かったですよ。まあでもお店によってやっぱりそれは違うんですよね。こうすぐあげるお店とやっぱりじっくり育てるお店とまた違うと思いますのでね。いろいろありますから、ね、早いからいいっていうわけじゃないです。そう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 、はい、そうですよね。まあ5年副主任っていうね、すごい強調しましたけどね、みんなね。すごい行動力で、ね、エヴァ滑稽ってね言われてますけど、ということは6だな、棒読み。エヴァやっぱ無理ゲーかなと言われますが、まあでも最高店長ずっと続いてますもんね。そうですね、そんなとこね。今何枚ぐらいか分かりますか、全部で。最初にもメダルあったんですけど、はい、どれぐらいかな。まあボーナス3回引いてますしね。はい、1000枚近く出てんちゃいますかね。そうですね、ART 込みで1000枚ぐらい、はい、言われてますね。鹿の女王様やからね、萌ちゃん。そうですね。すいません。はい。はい。ちょっと台戻っていい。台戻れる、大丈夫。何もない。もう、売ってて、はい、こっちの方が面白いから、あ、そう。あ、なるほどね。もう、売ってて面白いからという理由で。あ、お、いきなり引いた。え、嘘。いきなり。いきなり。履いてたんじゃんすか。そう、履いてたんじゃないの。あ、履いてた。さっきだって、なんかスイカで終わってましたよね、それ。あ、ほんまや。いや、ちょっとじゃあやります、やります、やります。いや、ちょっと引き気味で、はい、引き気味で、引きで撮っていただいていいですか。もうちょっと画面をいいですかね、はい。エヴァね、設定入ればおもろいと思うよ。7月7日はエヴァで1万2000枚出したっていう人もいますね。いや、店長、それ一角出てるじゃないですか。はい、見した、見しました。見しました。見せました。出ましたね。おめでとう。おめでとう。おお、レインボー、レインボー。おお、レインボー見した、レインボー見した。ヤシオ店長の隣の台の方が良かったかってね、言われてますけど、財布。これ、そのセグみたいな、なんすか、それ。あのね、それ、そう、戻らないんですよね。あ、そうなんすか。さっきまで戻ってたんですけど、ね、急に戻らなくなっちゃって、赤なんだ。
今日7月4日ですが、サエコちゃんがエイリアンと戦うってことですかと言われてますけど、エイリアン、エイリアンと戦うんですか。あれですね、7月4日はあれですね、アメリカの独立記念日なんで、はい、昔インディペンデンスデーっていう映画がありましたけどね。そういうこと、あ、その話か。多分それだと思うんですけど、なるほどね、詳しいですね、JP さん。そうですね、意外に洋画も見られてる。 幅広いですね、そうですね、なかなか手広く攻めてますね。なんすかその意外っすねみたいな。わかんないですよ、わかんないですよ。その時の彼女がね、こう見てたとかっていうのもあるかもしれない。そういうのはありますよね。スーパービッグモーナーです。最高で今日誕生日なんで、早くハッピーバー歌ってくださいねーと言ってますけど、ね、あ、ほらやっぱ締め、僕で大丈夫ですか、ましたほら、僕で、はい。またね、またあの終わってから考えようかな。はい、ボンド店長質問、あ、ボンドマネージャー質問ですが、斎藤千里、茨城だったらどこ行ったらいいですか。うわ、悩むなそれは。あ、悩む。それはもうね、どこ行ってもやっぱ遜色ないレベルなんでね。なるほど、悩むな。悩むめっちゃ悩んでるよ。最初ね、あの売ってる3人なんで一瞬緊張感走りましたね。ピキンって。そう悩むらしいですね。はい、まあでもそこはやっぱ好きな店長の元に行ったらいいじゃないですか。あ、なるほど、はい、まあそれぞれね、個性ありますからね。そう、最高店長のは確実に高設定やなってね、言われてますけど、うん、最高店長、ティラミス美味しかったですかって言われてますけど。ティラミス何知ってるんすか。あれ、これ身内じゃない。これはいや、たこ焼き店長でしょ。間違いなく。なんか今ね、そうなんですか、はいはい、すごいわねって言ったんですけど。あ、誰やろう、すごいわね、すごいわねって言ったんですけど、ね、リツコかな。うまいわねだったらアスカなんですよね。でマリだったらなかなかやるじゃん。冬月やったらなかなかやるの。これ何回もできるんですか。何回か出てきます。はい、あの横あるたびにできますんで、はい、でそれの、まあ、割合ですよね、振り分け割合で、まあ、はいはい、設定カンパはできる。なるほどね、どこにも設定差があるわけですね。はい、そういう形ですね。設定カンパのバーってビタ押しなのと言ってますけどね。現時点の設定要素を教えてくださいということで、じゃあどうですかね、堤下店長、ちょっとわかんない。全然わかんないっすね。でもスイカめっちゃ落ちるんすよ。やたら落ちる。ちょっと高設定っぽい。でもチェリー1回しかないっす。ああ、それ3ですね、多分。これ3です、3ですね。これ3ですわ、今3ですわ。サイコ店長はどうですか。僕は6ちゃうかなと思ってます、ね。あ、一番上。はい、え、何これ、次回。あ、それ ART です、確定。優勝店長、一応、ね、あの台変わりましたけど、その台はどうですかね、やっぱり違う。台変わったっていうか、最初打てた台ですか。そう、最初打てた台ですけど、さっきと全然違う。あ、違う、さっき本当にあれですもんね。何もなかった。何もなかった。これ、最初リセットもかけてたっぽいんで。なるほど。あ、もう一回よく動きましたね。あ、これクラッシュなんで上乗せも確定ですね。はい、おお、これ多分ね、はい、あ、高設定ですね。あ、なるほど、はい、挙動違いすぎるさっきとって言ってますけどね。間違いないよ。さすがサイト店です ね、 ね、素晴らしいですね。前々はコツで今来た帯ですので、ボンド店長は満州行動退治しようってね、私もボンド店長ファンですってやってますけど、ね、ありがとうございます。はい、他法人行きますってね、キコーナー来てください。はい、ボンド店長まだ当たってないのってやってますけど、ボンドマネージャー今日ね、もうあの3人の挙動を見てる感じですね。そうです、はい、北山さん、僕もファンですって言われてますけど、いやはい、いやーって言われてますよね。ありがとうございます。エヴァはマイルド、過去初当たり軽いとは言ってないで、ね、エヴァ売ってんのかってね、設定146かなって、ね、予想してる人もいますけどね、どうですかね。ああ、なるほど、ね、どうですかね、ここまで、はい、まあね、今一時終わりましたけどね、あの出玉的にはやっぱサイコ伝承が一番、はい、デメダル的には良さそうですね。はい、とりあえずに出てる感じですね、そうですね。うちの近所のホール、雨で浸水しました、昨日と言ってますけど、関東地方はすごい雨だったみたいですね。そうですね、昨日、結構ね、あのどこだっけ、千葉駅、千葉市内の、駅の前とかも冠水したらしいですよ、完全にね。はい、はい、大変ですよね。スロで2万5000枚とか、次の日、腕筋肉痛になりそうと言ってますけどね。エヴァの残念なところは、ART 中にチャンスが連チャンするとこと言ってますけどね。はい、鉄拳チャンスは本当にチャンスなんだから。真ん中スイカと斜めスイカ、上段スイカで何が違うのということで、強スイカと弱スイカの違いですかね。上段が弱って言ったっけね、さっき。斜めが、強って言ってたのかな、言われてますけど。まあ正直通常時でも 0.1% ほどのチャンスあるし、多少はね、ってね、言われてますね。まゆまゆさん、明日はとりあえずどん兵衛を差し上げてください。お願いします。たこ焼き店長、喜ぶと思います。マクドナルドでもいいですよって、これ。あの、どん兵衛の、下りは、あれですね。年末のやつですね。そうですね。以前、あの、野崎店に乗られた時はね。はい、野崎の年末放送やりましたね。これ、最高店長がマクドナルドのハンバーガー持ってきたやつですね。はい。はい、あの、大食い企画をやったんですけどね。まだ今年の年末もやります。やるんですか。あ、やるみたいですけどね。はい。奈良でね、やると思います。
同じ魔法少女でもナノハはマミさんみたいにならないでね、ナノハとバドマギどっちが人気か、ナノハは購入者多そうやなと言われてますけどね。はい、ザクロはまだ稼働しますかってお声ありますけども、茨城サイトザクロありましたっけ。ザクロ1台ありますね。あ、1台、バラエティですかね。バラエティです。あ、なるほど。ザクロね、一応神戸中央で今度ミッションビンゴやるんですけどね。あ、好きな人が売ってくれてますけどね。そうですね、ザクロまだ確かね関西は配信してなかったと思うんでね、またやってみたいと思いますけどね。まあザクロはええでしょバッサリバッサリ。ザクロはええでしょ。お、どこですか。ザクロ地味に好きやでっていう人もいますから。ザクロ2年茨城ありますけど、そうですね、ザクロはいいでしょ。ザクロはいいやっぱりね、やっぱりそうですよね。まあ、はい、エヴァの方がいいかなって感じですかね。なのはぎまみさんみたいなデビーなんてね、最高天井の財は6やなと言われてますね。まあ、ありそうですね。6ないんですね、高校は。最高天井は演出見せるために外したんですか。目押しミスじゃないですよ ね、 言われてますね。いや違いますよ。違う、はい、演出見せるためということね。もちろんです。はい、宮城店長の設定はゼロじゃないですかって言われてますけどね。ゼロとないからね。さっきのこっちじゃないですか。さっきのね、さっきのないですね。そうそう、サイコが6じゃなきゃ引きが半端ないで、6だけは分かりやすいってね。鈴見下さん、安定の青ひげ見せてくださいって言われてますね。これ身内じゃない。確実身内ですねひどいよ、ひどい。雑やね、赤なな赤なな化けてきてたってね。イワシの設定は J でしょって言われてますけどね。これね J ですはい、あのプロポーズ配信は感動したよということでね、これはあの鶴見のね、はい、バーゾロ行きたいってね、最高天井設定看板の名称お願いしますって言ってますけどね。はい、最後当てすぎるとプライベートで出なくなるよって言ってますけどね。最近調子悪いです。あ、調子悪い、はい、じゃあちょっとここで引き使ってる感じですけどね。名称天井もね結構。あ、ちょっと待って。はいはい、今カオル君が最高か新次君だな。なんか言うてましたよカオル君。あ、お前言うてました。カオル君なんかあるでしょ。カオル君はあれですね、一応さすがだねみたいなね。なんかカオル君出てた今。ほんまですか、はい、じゃあ237ゲームですかこれ。残り237ゲーム。めっちゃ乗してるじゃないですか。ピアノモードとか入ってた、はい、入ってませんよね。いや、なんかカオル君で行ったんちゃいます今のっすよね、多分なんか、あ、そう、やりきましたもん。213乗ったよって言われてますけどね。ロンギヌスのやり、すごい、一撃乗った、はい、213わらわらって言われてますけどねすごいね。これあれですわ、ハイなやつです、ね、あ、さあ行こうかシンジ君でエヴァクラッシュ一発って213やな、事件来たって言われてますけどねさすが庭商店長、事故ったって言われてますけどね。いやいや事故じゃないです。そうそうそう、今日の最高ハマりいくつですかって言われてますから、今どうですかね。ちょっと見した店長が一番ハマってる。そうですね、今512最初ちょっと良さそうやったんですけどね。乗ってからね、ボーナス引いたんですけどね。いや、ちょ、店長の台、役物壊れてるけどいい設定だねって言われてますね。いやいや、もう役物壊れててもいいです、はい、もう面白い台打つっていうのがポリシーです。まあ、そりゃそうですよね、はい、ボンドエリマネは3台とも予想して外れたらケツバットって言われてますけどね。いやリスク高すぎですよ。確かに3人とも外れたらやから、ね、6分の1だから216分の1を当てろと。そうですね、なるほど。あ、宮戸店長も乗ったと言われてますけど乗ってないですね。乗ってない、はい、もうちょいで仮点やなって、ね、軽いわらわらってね言われてますけど。あれ600でしたっけ。780ですよね、あの最初の天井が。そうですね、でもう1回目が1280。そうですね、はい、 あれは設定変更か。600はそうですね、そうですね、設定変更であったと思いますね。下2桁だけ落ちてるのは3桁だとおかしいな、わらわらで、ね、確かにちょっとね、あの違和感ありますけどね、はい、ボンドちゃんおったんで、いらいますね、今日は。あと副音声、神のね、天の声になってます。天の声ですね、はい、ありがとうございます。山ちゃんみたいですけどね。めちゃくちゃ余裕になってるじゃないですか、後ろから見て。すごい行動どうっすよ、今日はもうそんな感じでいこうかな。そんな感じで、はい、ボンのマネージャーは僕副主任だいぶ長かったですよ3年で、やめろコマコマが惨めになるって言われてますけどね。全然そんなことないよね。そんなことないですよ、はい、まだ頑張っていただいてね、はいはい、お三方コマコマみたいですかってね言われてますけど、配信呼びましょうって言われてますけどね。いやけど人気あるってことじゃないですか。寝屋川みなみの配信に関してはもうかなりコマコマさん人気ありますね。こうなんかみんながこう助けたくなるじゃないけど、愛されキャラみたいな、そうそう頑張れよみたいな、そういう感じですね。本当にそうそう、ディスも多いけど頑張れよみたいな、お前頑張れよみたいな、それは多いですね。
はい、この3人の中で一番早く店長になったのは誰ですかって言われてますが、年数的にはどうなんですかね。多分僕ですね。鶴見店長ですね。鶴見店長が一番早いという感じですかね。入社歴も長いですからね。まあ、あの確かに、ね、あの中途採用とか新卒とかでちょっとだいぶ変わりますからね。まあ、その辺はちょっと、ね、はい、入社した時期もバラバラですからね。そうですね。でも鶴見店長が一番早いんじゃないかなという感じですかね。はい、戻ってやってるにいましょう、店長はさすがでしたってね言われてますけどね。ボンドさんの顔が見たいです、ハートマークって言われてますけど、ね、いやこれ本当にあれなの、ボンちゃんファンなの、ほんまですか。じゃあちょっと包み下カメラかっこいい笑顔をお願いします。どうですか。いや笑顔してるわ、笑顔してるわ。カメラワークパッチリやわ。さすがこのカメラというものを意識した人のピカイチの男ですね、これね。そうですね、素晴らしいよね。バカしてくれない。ボンド店長、嫁はんの顔見せてって言われてますけど。嫁はんの顔ないない、ないですよ。ええ顔やって言われてますけど。あ、ボンちゃんの笑顔はいらないですって言ってます。どういうことやん。みんなツンデレやな、もうね。551の顔やって言われてますけど。551カメラに映ったらイエティ誰って言われてますけど。すごいよね、イエティちゃうよ。いつからイエティになったんやろ。いや、あれは履歴書の写真から。あ、そうですよね、あれはすごいよね。いや、アンパンマンなんでおんのって言われてますけど、ね、アンパンマンちゃうわ。また知らぬうちに ART やんけ、最高店長って言われてますけどね。ありました、あっさり、やった、ありがとうございます、ハートって言われてますけどね。すごいね、ほんまですか。なんかすごいね、ボンドファンいるね。ボンドちゃんは JR 東日本の新宿駅の副駅長に似てるって言われてますね。分からへん。分からへんよね。設定カバーのバーは見倒しですかって言われてますけどね。サイコ店長に質問ですが、アメリカの大統領か日本の総理大臣になるならどっちになりたいですか。すごい、日本でしょう。あ、日本の総理大臣になりたい。なったら 何しますか。なんかやりたいことありますか。やりたいことですか、はい、マニフェスト的な。そうそうそう、もし僕がなったらみたいな。僕がなったらですか。はい、やっぱり、はい、もっとやっぱ平和について考える。おお、ざっくりいきましょう。ざっくり、あのしばらく考えた割には結構ざっくりした。そうそう、ちょっと考えたんですけど、はいはい、急な振りには。そうですね、ちょっと弱いですね、はい、弱いですね。普通やんけと、ざっくりやったなと思ってね。ヤクモのジョージ落下は設定6角過去適当と言ってますけどね。何回もできるけど全然目押し成功してないからサンプル取れないと言ってますけどね。こんばんは、 YouTube から来ました初見ということで、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、挙動が違いすぎた。庭塩店長は5、包み下店長4、サイコ6かなっていう人もいますね。あ、4なんや。これでも4っていうね方もいますけど、結構悪そうやけどな。そうですよね、ちょっと中間よりも下っぽい感じですかね。え、はい、いや僕ほんまにこれ悪いかな、ね、悪いと思う。なるほど、サイト、はい、そうです ね、まあ、この辺はちょっとね、あのサイトの主任さんの癖とかもありそうですよね。そうそうそう、読めるかどうかというところも ね、 ねありますからね。サイコ様、今月誕生日なんですけど歌じゃなくて女装も見せてくださいって言われてます。いやいや、やりたいですね。千里配信ですかこれ。まあね、もう一回店長集結ありますんでね、その辺でもいいかなと思いますけどね。そうですね、5週ありますんで。そうですね、水曜みたいにリスナーだけに設定発表してってことで、ね、じゃあもうちょっとしたら、ちょっとね隠れて出したいと思います。やりますか、はいはい、予想としては4、3、6っていう人もいますね。よくそんな気にするます、しながらそんな気にしますね。あ、なるほど、 4、3、6、うん、やっぱり一番ね、サイコ店長代を6と見る方多いみたいです。確かに多いですね。いや、わかんないですよ、僕の代かもしれませんよ。ショットしたらね、まあ、石垣乗ってましたしね。まだ全然打ち出したとこですからね。そうですね、早い早い、設定カンパスも早い。全部6やったら笑うわって言ってますけどね。今年の年末もとりあえず食べるやつ、まあ、全部6ではないということだけ言っておきます。あ、リージメ来た。おお、いいですね、ベルベル。あ、そうですね、真ん中チェリー来てますね。一つ言えるのは、庭塩の左の台は1。まあ、それだけは間違いないでしょうね。そうですね、いや、まあ、間違いない。それだけは言われてます。自分が初当たりすら引けないのに隣が連チャンすると面白くないよね、堤下店長って言われてますから。いや、今からです、今から、今からね、今から。はい、ザクロ地味に。いや、もう堤下店長の台はもう5ですよ、5。あ、まあ、確かにね、奇数設定はね、荒い台もないね。あ、ボーナス来ましたね。さあ、ここで何狙ってんよ。あ、スイカですね、はい、揃いました。あ、これ黄色ですね。黄色はちょっと分かんないね。黄色は分からないですか。まこつ今来ました。今日も頑張ってください。ヒャヒャということでね、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、とんでもないの間違いってね言われてますけど、質問なんですが、化けって何のことですか。由来はって言われてますが、
これどうですかね。お化けでしょ。お化けです、ね、あ、お化けってこと、はい、確か。おそれで化けっていう風についたんですか。なんでお化けなんでしたっけ。なんかありましたね。ありましたよね。それが分かんないってことで誰も分かんない。誰も分からない。すいません、化けの由来をあの検索してみてください。誰かググってください。はい、お願いします。すいませんね。はい、全員当たった設定教えてね。今日の店、あ、皆さんの波動法を教えてください。だったらみんなで女装配信しよう。もちろんボンドもダディもマイマイもってことで、ね、私すいません女子なんで女装しないですよ。はい、最後ナノハのフェイトの BJ の、姿のコスプレってことで、あ、ナノハのコスプレしてくれとかね言われてますけど、ちょっと調べておきますね。あとナースコスプレしてとかね言われてますけど、ナースのコスプレね、最後店長似合うんじゃないかと言われてますけどね、はい、いや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 言われてますけど、まあ、一応ちなみにサンタのコスプレはやりましたけどね昔ね。いいですか、はい、その化けの由来ですけど、はい、もともとはそのいわゆるビッグボーナス7狙うじゃないですか、はいはい、7を狙ったら例えば 7バーとかで、レギュラーになる機種ってあるじゃないですか、はいはい、要するに7を狙ってビッグを狙おうとしたら、はい、レギュラーに化けたというところからお化けというのが続くらしいです、ね、それで化け、はい、なんかいろんな意味来てますけどね、バカにつける薬はないの化けとかね大喜利やんバーイコール化けとかね、ビッグが化けるって言って化けって言うんやよとかね。そうですよ、はい、あ、やっぱそれはそうなんですね、はい、化けの由来って昔の代が由来じゃなかった、化け物語が最初だからとか言われてますけどね、いろいろありますね。これですかね、ちょっと、あ、違うよという人もいますけど、どうなんですかね、これね。いろいろありますよ。諸説ぷんぷんです。まあ、多分ね、その人の見解があるから、はい、雑誌に載ってたの確かこれだったはずです。あ、なるほどね、はい、ボンドマネージャージャグラー10ペカペカらしてきてって言われてますけどねあ、ジャグラーから来てるんじゃないという人もいますね。あ、いろいろあるんですねこれ。そうです、本当にですね。あとはこれも一部ということでね、沖縄とかやったらレギュラーのことはベイビーって呼ぶこともあるらしいですよね。あ、そうなんだ、はい、バケラッタのお化けって言われてますけどね、ありがとうございます。お化けの九太郎やな、はい、質問です。もし役物とか壊れたら誰が修理するんですかって言ってますが、これはどうなんですかね。それは取り扱い主任者です。あ、なるほど、はい、ね、まあ、そういうちゃんとね修理される方がいらっしゃるということですかね。ちゃんと正規の手続きがありますから、はいはい、あ、なるほど、取り扱い主任者です。はい、ありがとうございますいや、ちょっとかっこよく言いましたね。そうですね、はい、言われてますね言い方ですね言い方、言い方ちょっと、ね、かっこよく言いましたね、はい、レギュラーだけどビッグが化けたんだよって意味で化けとかね、ババア結婚してくれの略とか言われてますからこれ違うよね、説はいろいろあるから正しいとかないよ。そうですね、なるほどね、そうですね、レギュラーに化けたからお化けが正しいみたいですよ、ね、ベビちゃんやぞってね、俺がそう定義したから化けどやと言ってますけどね、ビッグボーナスでなくレギュラーボーナスだったビッグでないのが裏飯やお化け化けらしいとかね、みんなね結構詳しいですね。そうですね、はい、よう知ってありますね。あれ、お、あれ、すごいじゃないですか、いきなり1名来ました。あら、これボーナス消化してすぐですか。ボーナス消化してすぐですね。お、ART 直撃の可能性もありますね。壊れたら町の何でも屋が直しますっていう人もいますね。ありがとうございます。そういう方もね、いらっしゃるのかな。ね、ちょっと用事済ませてる間に庭所店長が3桁乗ってたね。そうですね。先週庭所店長の部下がボンドエリアマネージャーのモノマネしてましたよって言われてます。なんすか。あ、これね、なんて、茨城店のスタッフさんでね、はいはい、ボンドマネージャーのマネが得意な方がいらっしゃってですね。誰、中尾。中尾です、中尾。あ、中尾、中尾が僕の真似してたんですか。はい、ちょっとね、マネージャーうち来てちょっと教育お願いします。あ、ちょっと教育しに行っていいですかお願いします、はい、あと井沢店長の真似もやってましたねあいつなかなかやなチャレンジャーやな。あ、ちょっとね、後日その配信見ていただいていいかな。そうですね、はい、YouTube 上がってますので、はい、モノちゃん、エリアマネージャーになってみてきつかったことありますかと言われてますけど、いやー、楽しくやらせてもらってますけどね。まあね、お仕事もね、はい、やっぱり増えたと思いますが、そうですね、まあ、それでもね、やりがいもたくさんあるということで、はい、その分やりがいは増えましたんで、楽しいということで、ね、はい、営業所店長裏切ったって言ってますけどね可愛がりきったって、ね、言われてますけど、はい、皆さんこんばんは、夜食食べながら見てますってことでね、いやー、いいですね、美味しそうですね。ボンドさん、そらそば、さらそばおごってくださいって言ってますけどね。さらそば、さらそば、さらそば、サラソバってなんすか。私もちょっとわかんないですけど、なんだろう。兵庫の上の方の、上の方行くとね、まあまあまあ、伊豆市のサラソバとかありますけどね。伊豆市の、食べたことないの。それ刺激でしょ多分。刺激か。それ。
刺激暇か。いや絶対そうやわ。サラソバでしょ。はい、サラソバ。最近ねちょっとその話があったんで。サラシナそば。間違いないじゃないですか。いや身内多いな今日も、ね。多いな。相変わらずですね。あ通天閣の上に、金色のボンドを打った。錆びついたマシンガーで今を撃ち抜こうってやってますけど、なんでやねん。よくわかんないよ、ね。刺激笑う。天井は ARD 感だからボーナス取っても大丈夫ですよと言ってますね。あなるほど、なるほど。ボンドちゃんフライドポテトそばって知ってますかと言ってますけど。知らないです。ジューソーにあるんです。ジューソー？はい、ジューソーの駅の中にあるんです。ありましたね。はい、私食べました。あのね、あのフライドポテトと、あれが別々で来るんですけど、はい、蕎麦が、はいはい、そのスープの中にあのポテトを入れて食べるってやつなんですけど、あの重曹のホームにあるやつですか。ホームにある、あの真ん中のホームですわ。はいはいはい、はい、なるほど。あそんな売ってんすか。売ってましたね。美味しいのかな。美味しかったですか。意外といけた。あ意外といけた。意外といけた。いけた。ゼッペさんね結構高カロリー摂取なんでね。もうカロリーが高ければいい。そうそう、カロリー結構高そうですね。あそれはもうカロリー取ってなかったらこんな体ならへんよ、ね、ちょっとね、ちょっと最近まだ育ってきてますからね。ねえでも、はい、ね、前々女装男子、前々中間だから男でもんなんでもいけるってね言われてますけど、どうかな。しかし関西の食事ってやっぱり下水なって言ってますけどね。どうなんですかね。それはまた特殊なのかなって感じしますけどね。そうなんですか。そんなしょっちゅうないですよ、フライドポテト。秋頃に福島から大阪旅行に行きたいんですが、皆さんのお店に行きたいと言われてますが、おじゃあぜひぜひぜひお願いしますよ。国設エリア遊びに来ていただけたらと思いますね、うん。まあ、電車で行くんだったら、茨城サイトが、モノレールで行けるのかな。モノレールですね。そうですね。モノレールですね。千里だと、千里中央ですね。はい、から、茨城はあれどこが一番近いんでしたっけね。JR 茨城駅と阪急茨城駅があるんですけど、はいはい、バスも出てます。あバス乗っていただいたら一番近くまで来れると、はい、なんなら迎えに行きます。出た、岩正城で迎えに、ね、ましたよ、はい、来ましたね。あのシャトルバスで、シャトルバスで、わかりました。お願いします。ぜひね遊びに来ていただけたらと思います。はい、よろしくお願いします。最近ね、あの本当全国各地あちこちから遊びに来ていただいてね、そうですね、本当にありがたい限りでございます。ありがとうございます。いやありがとうございます、本当。はい、質問なんですが、なんで沖縄とかメダル大きいんですかって言ってますが、まあね、あのオキスロとかね結構特殊なのありますけど、30杯というやつですね。はい、ね、どうなんですかね。私もちょっとあんまりはっきりは分かんないんですけどね。ちょっと店長来た、堤下も1の可能性あるでと言われてます。これ1ですか。結構子役をってますけどね。はい、1の可能性もありますね。はい、秘宝伝、お化け力説2期頑張れでね。質問です、なんでボンド店長、あボンドマネージャーいるんですかって言われてますか。いや、なんでいるんですか、ね、見に来てくれたんです。ええでしょ、ね、失礼ですね。失礼ですね。はい、ボンドの笑顔嘘くさすぎるって言われてます。いやいや、これ刺激ちゃう。大丈夫。刺激また言われてますけどね。まこつ店長会議今日だったっけで、ね、何の話したんですかって言われてますけど、どうなんですかね。まあ、この辺は ね、 お店、各お店の報告とか、はい、いろ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 です、ね。まあ、今後のね、こう会社の方針とか、お客様と、はい、もっとあのコミュニケーション取っていこうよって、あなるほど、コミュニティ図ろうよっていう、はい、いい店にしていこうよっていう会議でした。会議、はい、なるほど、ね、やっぱりあの、まあ、月1回でしたっけね、店長会議、はい、上目にやってますんでね。はい、あの関東も関西もね、店長全部集まるということで、すごいですね。店長がね、69人集まりますから、すごいですね、本当毎回ね、すごいなと思いますけど、ね、はい、JP さん、だから太んねーって言われてますけどね。間違いない。いや、あの常日頃そんなばっかり食べてるわけではございませんのでね。そうですね、それだけは言っておきますよ。はい、はい、ボンドちゃん、重曹いたのに知らなかったのって言ってますけどね。あのあ、いや、蕎麦屋は知ってますけど、そんな売ってるのは知らない。最近ですよね。ごく最近です、言うて、うん、あ、そうなんですか。3月か4月ぐらいから始まったばっかりですよね。らしいですよね。はい、はい、森信子、今日もボンドで、ね、皆様ご飯のお供って言ったら何ですかって言ってますけど、どうですかね、ご飯のお供。マネージャーなんかご飯食べるときにこれ絶対ないと嫌みたいなありますか。ああ、唐揚げ。あ、唐揚げ。はい、ニワ商店長は何でもいい。何でもいい。はい、何でもいい。ざっくり。何でもええことないよ。おかずがあれば。おかずがあればいい。おかずがあれば僕は幸せです。なるほど。わかりました。堤下店長は僕も何でもいいんですよ。あ、何でもいい。お腹膨れたら何でもいい。なるほど。最高店長ビールじゃないですか。ビールとご飯はやっぱ違いますね。あ、違う。なんか麦茶代わりにビール飲むって聞いたんですけど。それまた違うということで。まあ飲むときはお米食べないですね。あ、そうなんですか。あ、もうビールばっかりって感じですか。そうですね。あ、なるほどね。まあ合わないですからね、ビールと米は、はい。まあちょっとお腹膨れますけどもね。はい、JP さん痩せたら女子寄ってくると思うよって言ってますから。ない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 よないよ。
ちょっと今嬉しかったよね。ちょっと今痩せてみよう。そうそうそう。ちょっと思ったよね。ちょっと思ってた。ちゃちゃ入れられましたね今ね。はい、はい、今ちょっとチャックちょっと確認したんちゃいます。チャックね。ちょっとね、先週空いてましたからね。そう、先週はね、神戸中央で空いてまして、はい、昨日は生田川インターでズボンがね、降りてましたけどね。はい、パンツ丸見えでしたけどね。はい。じゃあ、JP さん、さっきの設定のやつ、はい、ちょっと見せてもらっていいですか。いいですか。はい、ただね、今確認しに行ったら、はい、これ台盤ずれてるんですよ。お。じゃあ、それずれてる。多分左側からですよね。多分ね、はい。多分そうですね。こういう形になってます。今、サイコ店長がこれで、ああはあはあ、で、堤下店長、杉下店長で、杉下商店長、そうそうそう、で、ボンちゃん、ボンちゃんこっち、ああ、なるほど、いや、僕はいいですよ。じゃあ、それ、こっちでちょっと見せますかね。ああ、じゃあ、見えるかな。あ、見えないね。じゃあ、これ、あれで、テキストでやった方がいいです。はい、じゃあ、その間、ちょっと、ジェミさん、コメント読める？いける？ちょっと入れるんでね。ああ、ちょっと待ってくださいね。はい、よいしょ。じゃあ、ちょっとリスナーさんだけね、設定、はい、公開しますんで。さあどうかな、はいはい、ねえ、ね、関西人の神経がわからん、一緒に食事に行くとうるさいかなって言われてますけど、ね、そうかな、うん、やだ YKKJP なことないでしょ、はい、関西人は炭水化物も炭水化物好きですもんねっていうコメント来てますけど、あー確かにね、皆さんどうです、ラーメンにライスって合うと思いません？いや合いますよ、めっちゃ合いますよ、普通に僕考えて合うと思うんで、これでなんかこういろいろとなんか言われたし、お好み焼きとプラスアルファ、ね、ご飯食いますもん ね、 ね言われますけどもね、全然いけますよ、はい、あ、ちなみに私は鮭フレークか明太子ですっていう方いらっしゃいますけどね、あ、鮭、ね、フレーク美味しいです ね、 ね、あ、いろいろと今ね、あの予想の感想が来ておりますけど、はい、あえてここでは言いますけれどもね、はい、はい、あ、麦茶代わりにビールとかいらっしゃいますね、すじ、はい、こんにゃくがいいとかでもいらっしゃいますね、やる気なしか、ね、かりました、もう暴走引きましたかというコメントも来ますけど、まだ暴走は引いてないですね、ニワショー店長が一応一撃で200ゲーム以上乗せてましたけどもね、うん、軽食ってうどん3玉とかハンバーガー3つとかなんでしょうとか言われますけどね。軽食って言わないな、それはな、そうですかね、店長会議って安倍ちゃんが監督刺激たこ焼き JP 誰とお見合いするかじゃないんですか、それごめん、安倍ちゃんがかわいそうすぎる。安倍ちゃんがかわいそうすぎるからやめてあげて、うん、間違いない、はい、はい、関西人お好みやと言ってますけどね、まあ私もんじゃも好きですけどね、あ、もんじゃ食べます、もんじゃ美味しいですよ、関西ではもんじゃ文化ってあんまりないですけどね、もんじゃもお好みも食べますね、どっちも、はい、はい、軽食でうどん3玉とかハンバーガー3つってやってますけどね。ああ、やる気なし、スズイコンがいいってね言われてますけど、あ、予想外れたって人結構多いですね、マジっすか、はい、いや、いや、案外包みしたデンジャーの台本、あ、そういうパターンありますよね、あるパターン、あるある、うん、あ、だいぶ疑心暗鬼モード入りましたね、そうですね、いや、でも宮田デンジャー6でしょ、これこんだけ当たってたら、いやいやいや、それは案外2位とかの場合あるんすよ、あるんすよ、あるんすよ、あ、ま、引きってこと、そうそう、まだ1時間半ですから、打ち出して、そうそう、わかんないですからもう、ね、それでわかんないですよ、設定は、なるほどね、そう、はい、いやちょっとね、まだあと30分ぐらいありますんでね、ちょっとじっくり見たいと思いますけども、そうですね、はい、どんな予想するか楽しみですけどね、でもかなり皆さんの予想は外れたみたいですね、まあそうですか、はい、誰とは言いませんけどね、はい、はい、ちなみにご飯のお供は鮭フレークか明太子が好きという人もいますけどね、そうですね、いいですね、JP さん今日は設定間違ってないですよね、大丈夫です、ね、はい、今日はね、ちゃんと大丈夫ですね、はい、大丈夫ですよ、はい、予想外れた、うわ惜しかったでね、へえなるほど、設定って怖いとかね、俺当たったらどうやーという人もいますけどね、ちょっと僕も不安になってきたんですよ。いや多分ね、設定って怖い、はい、店長頑張ってね、最高店長のは、はい、言われてますけどね、悪いくて、はい、うん、鈴下店長の方がいいと、これ、ね、予想外れたって人結構いますね、もんじゃ美味しい、僕のはまあいいでしょうね、そうですね、これで6やったらちょっと打てへんな、怖いわ。言われてますけど、居酒屋やばい、これ刺激ですね、完全にね、設定通りに出るなんてあんまりないかもよって言われてますけどね、そうですよ、本当、まあ、それわかんないですよね、本当に低設定でも一撃出る方もありますからね、いろいろっすよね、はい、もんじゃはゲロやって言いながら広島焼きパクでしょってことで、いや、もんじゃね、普通に私あれ3つぐらい食べますけどね、はい、お好み焼き、ぶっちゃけ雑なものしかないからごちゃ混ぜにした焼きの略って言われてますけどね、そういうこと。違うよね、設定はあくまでも設定、要は弾きの問題、今日ピアノ弾いてた、ピアノ弾いてないね、今日はね、まだピアノもの入ってないですね、あれ今日もムック店長いますかって言われてますけどね、ムック店長いるのかな、いりますかね、まあ、今日はね、やりたいの行かなくていいですか、ね、やりたいだけやな、本当に。
最近ムック店長ものまね流行ってるみたいなんでね。あ、そうなんですか。そうなんですよ。あの森店長がムック店長にあの言われたらしいですけどね。何ですか。あのこの間ねムック店長のお面をですね、はいはい、使ってあの森店長がムック店長のものまねをずっとしてたんですよ。でそれを火曜リスナーの方があのねちょっとチクられましたね。あのムック店長が最近僕の顔は一人歩きしてるみたいやけどみたいな感じで今日言われたっていうふうに森店長言ってましたけど、ね、会議の席で言われたという話をお聞きしましたね。そうそうそう、はい、言われてましたよね。もんじゃの悪口言うか人間設定で出てるかもですけどって言ってましたね、途中計画予想しましょうって店長一人ずつ言っててくださいということで、じゃあちょっととりあえずね今自分が思ってる設定言ってもらえますかね。じゃあ、最高店長まあ6かなと思ってますけどね。お6っぽい、はい、分かりました。進みした店長はまあ、どっか行きましたけどね。ちょっと後で聞きましょうか、まあね、はい、じゃあ庭商店長はいや、僕のがいいと思いますよ。あ、お、ちょっと上っぽい。上ですね。あ、なるほど。いや、ちなみにちょっとカメラの横でね、売ってるんですけど、モノマネージャーはこれですか。はい、これ1ですね。あ、1。ざっくりやな、全然売ってないから。ざっくりやな。まあ、最高店長は6じゃないかと。まあ、庭商店長はちょっと上っぽいと。で、続いては店長がちょっと分かんないけどね。間違いなく上やと思う。あ、上、わかりました。じゃあね、いやいや、ちょっとその辺も加味して。それは分からへんす、ね、分からへん、見ていきたいと思います。2ですよ、多分。僕、スロップですから。スロップ言われてますけどね、経過だったけど。お、おーって言われてますけどね。ダディはラーメンを食べるとゴールする確率がアップしますって言われてますけどね。ラーメンゴールって言ってね、ラーメンの、残りの汁でしたっけ。そうですね。あの歯にご飯を入れるのゴールって言うんですよね。そう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 。サイコはやっぱり引き強いなって言われてますけどね。野牛さんもいるんじゃないですかって言ってますけどね。野牛さんね、いるのかな。お腹減ったドラえもんって、関西人って楽しい男子多いよねって言われてますけどね。どうですかね。どうなんですかね。関西人のイメージそんな感じなんですかね。まあ、よう言いますよね。スタッフって。スタッフ誰も鍵持ってへん。つみさ店長しか持ってないです。さっきどうやってやったの。もう諦めてください。さっきつみさ店長持ってはったんで今ちょっといないんでね。はい、しばらくお待ちください。なるほど、ちょっとお待ちくださいね、はい。関西の方面白いから大好きということでね。あ、きっこちゃんですかね。ありがとうございます。 ありがとうございます。はい、なんかこんな短時間だったけどエヴァの挙動って分かりやすいねって言われてますね。結構バラバラに設定入れると結構分かりやすい感じなのかな。企画対象になるというのもあるんじゃないですか。そうですね。ボンド違うってね、どうかなって言われてますけどね。店長が鍵持ってないってわらわらってね。ちなみに最高店長3枚って今どれくらいですかって言われてますが、今1箱もう1000に300入ってますね。1000枚ちょっと出てます、出てますね、はい、ボーナスも結構ね引いてますからね。 ARP もあんまり終わってないんで、はい、ここに出てる人たちはこれ終わってからご飯で食べるんですかって言われてますけど、これどうですかね。店長たちは帰ってからご飯食べるんですか。庭塩を食べます。あ、食べる、はい、マネージャーは僕食べてきました今日。あ、もう食べてきた、はい、すでに食べてきたということでね、はいはい、最高店長は僕も食べます。今映してますんでね。あ、映してる、はい、あ、そうですね、ボンちゃんの台ちょっと今映してますんでね、はい、あ、ほんまですか。少々お待ちください。庭塩店長暴走するから早くって言ってますけどね。しないしない、ちょっとお待ちいただいてね。成長しました。そうですね、はい、関西人が面白いというよりお笑い芸人を目指してたボンドさんだからおもろいんちゃうって言われてますけどね。これはいいです。これ身内ちゃうよね、大丈夫、はい、メダル放棄。この中で一番精神が男前って誰ですかって言ってますけど、ね、精神ってどういうことよね。はい、すごいざっくりした言い方だったんですね。あ、一蘭のラーメン食べに行こうって言ってますけどね。さっき、そこ ねサイトの近くできてましたけどね。昨日オープンですね。え、もう開いたんすか。開いてました。昨日オープンですよ。めっちゃ多かったですよ、送る時、はい、あ、人並んでた人が、人が、はい。あ、ボーノマネージャー今日は行けないね、ご飯食べたからね。いや、まあ行けますけどね。行けるんや。これから軽食かっこ焼肉ですかって言われてますけど、軽食じゃないよね。ボンドの代運やから何の変化なの、ね、ボンドはデービーって言われてますけどね。デービーって何すか。デブってことをデービーって。あー、デービー、はい、やばい、否定はしないですけどね。はい、最後また顔が丸くなるって。でボンちゃん今夜は何食べたんですか。今日はね、なんやろ、なんか野菜炒めみたいな。あ、野菜炒め。お味噌汁と。お家で食べたんですか。あ、お家で食べてきました。あ、奥さんのね、はい、手料理ってことでいいですね。なんかあったかいですよね。はい、全然あったかオムレツ作りました、食べますかって言われてますけどね。じゃあ、はい、宅配お願いします。お願いします。はい、JP とマイマイ何食べんのって言われてますけどね。今日はあれですもんね、ミーティングあるんで。そうそうそう、弥生県かなって感じですけどね。エンデク関西の方でね、ちょっとミーティングございます、はい、じゃあ多分安定の弥生県ですね。モノさん通常画面楽しいですかって言ってますけどね。楽しいですよ。はい、はい、ってますね。言い方変えましょう。立ち振る舞いが男前って誰ですか。立ち振る舞い、
これは僕でしょう。いや僕僕立ち振る舞いはちょっと、はい、はい、今は負け出られへん、はい、まあどうですかね、あの正直この4ページ上の立ち振る舞いあんまり見たことないんで分かんないけど、まあ立ち振る舞いっていうのもちょっとよう分からんですけどね。そうですね。じゃあのマネージャーから見て、はい、この 3,、まあ、3店舗店長の中で、はい、まあ、あのこう男前というか、はい、思うのは誰ですか、こっちトータル的に見て。トータル的に、はい、いや僕が言うんすかいやだって一番一番分かってるからね。いやいや僕が言うてもしゃあないですか。いやまあ自分っていうか、うん、ああそうですね、ああ、まあ自分かって感じかな。そうでしょう、自分大好きですか、やれてますけどね、はい、高設定って4も含むと思う店長手挙げてって言ってますけど、どうなんすかね、4って。いやでもそれは含むんちゃうんすか、うん、あ高設定上です、上の古いには入るみたいなね。なるほどね、言い方しませんや。やっぱり上3つ下3つって形で考えてはる人多いと思いますけど ね、 そうですね。なるほどね、まあ、なんか中間設定とかね、言い方もありますけど、まあ、一般的に見たらまあ高設定のブルーじゃないかなっていう見解ですね、みんなね。やっぱ死後の確定とか昔はね、ありましたね、ありましたよ、はい、やっぱそうな、そういう意味ですよね。なるほど、ボンちゃんはぽっちゃりなだけですって言われてますけど、ね、いやほんまに、ね、それね、もうでもほんま痩せますわ僕ほんまにお、あ、ほんまに宣言した、宣言しました。いや痩せます、痩せます、結果にコミットしますか。じゃあ俺もやるか。えそこ釣られてやるとこなん、うん、じゃあそんなノリなん。そうなるほどな、ね、じゃあどうします、期限決めますか、これいつまで。いや期限決めた方がいいでしょう。いやいいっすよ、いつにしよう。じゃあこれでも個人の設定なんで、体重何キロ減とかあるじゃないですか。まあ、あるよね。どれぐらいやったらいけそうですか。まあどうですかね、夏はいるんで、夏もとりあえずね、はい、ちょっと60キロ台に戻したいんですよ。あ、今何キロなんですか。今73です。お、60キロ台ってもうちょっとや、もうちょっとじゃないですか。いやでも73からもう1個も増えないんで。あ、増えもせず減りもせず。そうあ、じゃあどうしますかね、5キロぐらい落としてもらえますか。5キロ落としましょうか。じゃあ8月末でいいですか。8月5キロ減。 OKOK いいですよ。あ、分かりました。じゃあ JP さんどうしますか。かな、あ、でもボンちゃんは今のままが可愛いと言われてます。あ、いい人いますよ、ほら。あ、じゃあやめとこうかな。カルカルカル、自分に甘えたい。お前ね、自分に甘えたいって完全にさ、あ、行きましょう、当たったってことでね、おめでとうございます。速攻ボーナスできましたよ。てか左下もやん、わらわらって言われてますけど、結構いいの出てたね、今ね。僕も当たりましたね、ね、なんやそうでってね、言われてますけど、皆さん身長ってどれくらいあるんですかって言ってますが、シャイコ店長は173です。173、はい、トトミシャ店長は、僕も173です。同じっすね。ヨシオ店長も同じぐらい。じゃあ僕もざっくりじゃあ合わせていったね。いや、この間ね、はい、健康診断あったんですけど。あ、そうなんですか。あの、見て、みんな忘れたんですよ。はい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 。あ、ちょっとわからないということで、はい、ただ、同じぐらいです。まあ、あんまり変わんないぐらいですかね、はい。マネージャーは僕172です。 あんま変わんないよね。変わんないですよ、みんな。みんな一緒ぐらいですよね。板倉165とか言われてますけど、誰や。いやいやいや、シークレットブーツね、シークレットブーツ履いてないよね。いや、はい、172やし。そうですね、はい、これ170ないやつやね。実は、あ、とつみした店長も当たったと言われてますけどね、おめでとうございます。放送後にミーティングね、でミーティングってこの放送後からやるんですか。すごいタフ。まあいつもですよね。そうですね、いつも配信の後しか集まれないんで。あ、大変っすね。いやね、まあね、月1なんでね。そうですね、月1、はい、板倉の女装が見たい、ボンちゃん男前なんか分かりますって言ってますけど、ね、分かるんで。分かるでしょ。レバニラが食べたい、ボンの刺激に嫁紹介してあげてって言ってますけど、ね、嫁は紹介しないよ。嫁のお姉ちゃんね。お姉さんね、まあ、嫁は紹介できないよね、はい、ボンのデスソース一気飲みってね。設定は俺は、偶数奇数で判別するタイプなんですっていう人もいますね。じゃあってノリカル、ボンちゃんワンダーコア買うんですかって言われてますけど、ワンダーコアでもなんかあかん言うて森店長言ってましたよ。確か神戸中央ね、ワンダーコアあるんですよ。そうそうですよね、買ってましたからね、買ったんですよね、事務所かなんかに、はい、そうあれ僕も買ったんですけど、あんま聞かないですね。あ、そうなんですか。はい、最後店長も買ったんや。買いました。今じゃあお家に置いてあるんですか。お家に置いてあります。お家に置いてある。そうなんだ、結構効きそうな感じがしましたけどね。JP さんも痩せようぜって、おにゃの子寄ってくるでって言われてますけど、ないでしょ、言われてますけど、設定一番上だからといってたくさん出るわけじゃないんですかって言われてますが、まあ一応確率なんで、そうですね、期待度は高いですけども、それ通りに出るっていうのはちょっと難しいかな、ね、やっぱ出る可能性が高い、高いということですね。そうですね、ライズアップだってね、ボンちゃん今のままが可愛いって、キコザップ、
ぽっちゃりメンバー全員で誰が痩せるか予想しようぜという人もいますけど、あ、伏せの村井店長と、はいはい、奈良の、中条店長と神戸の森店長と、はいはい、ボンドマネージャーですかね。そこに加わりますもん。いや、それをその4人で4兄弟と言われてるんですよ。ちょっと待ってください。4兄弟に入ってないですか。そこは否定させてください。そこには入りたくない俺。うん、まだそこまで行ってない。そこまでは行ってない。そのちょっと下ぐらいを村井店長は、ね、言ってましたけどね。ボンドマネージャー的にはそこに混ぜるのだけやめていただきたい。そこだけは勘弁しましょう。あー、なるほど。でもイエティ痩せたらかっこよさそうと言われてますけど、ね、イエティって。いやでもね、はい、今そのエリ自分のエリアの店が、はいはい、過去いた店なんで。なるほど。回るとね、やっぱ昔はあんなにかっこよかったのにってアルバイトの女の子たちからね、はいはい、言われるんですよ。なるほど。それをね、僕ね、3、4店舗で聞いてこれはもう痩せなあかんと思います。あ、もうちょっとね、マジにならないと。マジにならない。あ、ね、本気と書いてマジの方ですね、これね。ちょっとこれはあれですね、相当マジにならんと、ね、そうなんですよ。そこでね、やっぱそんな太ったんかな思って。いや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 、かっこよくはないやろ。僕やったらね、あれですけどね、なんで言うてくれへんかったその時にって言いますけどね。あ、なるほど、ね、はい、あ、まあね、お三方ね、他の三方はそんなにね、ここぽっちゃりしてるわけじゃないんでね、まあちょっとマネージャーは頑張れっていう、こう尻叩いてるんですかね、みんな ね。まあでも昔のマネージャーの写真なんか知らないですけど、私の LINE にも来るんですけど、はい、ね、盗撮犯がいっぱいいるんでね、聞こうだ。確かにでもかなりほっそりしましたね。そうですね。あの松尾万内さんと写ってる写真とかで、あ、はいはいはい、あの三広さんかな、写ってる写真とか。あの時はでもちょっと太り始めてたわけですね。あ、ちょっとやばかった、はいはいはい、あ、まあでも73やったらそんなにデビーじゃないやんって言われてますけどね。そうなんですかね。いや、お腹についてるんで。あ、なるほど。ちょっとまあ中年太りなような感じかなっていう感じですね。やっぱお酒ですかね。ああ、お酒、はい、なるほど。ああ、前々に似てたやつとか細かったやんって言われてますけどね。ああ、あれもほんまに似てないから似てないからね、イケイケなやつね。顔にもついてるよって言ってますけどね。顔とね、お腹はつきやすいですね。顔とお腹なんすよ。73キロやったら普通に3日ご飯食べなかったらいけるんじゃないって言われてますけどね。いや、3日ご飯食べへんとか無理でしょだね、炭水化物ね、大好きな人からとったら無理よね。そうなんか俳優さんこの前なんか絶食しててなんかうんぬん感じやってましたね。そうそう、やってた。えのき、誰だっけな、名前忘れた。昔の俳優さんですよね。断食1ヶ月してめっちゃ痩せたって言ってます。30日間水以外何も入れなかったって。そうそうそう、なんかそれが大丈夫なんですね。まあ一応医師の元というかね、はい、一応お医者さんはついてたみたいなんですけど、はい、ただなんか食べなくても全然いけるみたいな言ってましたね。すごいな。あ、そうそう、榎本、そうそうそう、榎本隆明さん、そうそうそうですね、ありがとうございます。アメちゃんは食べてたよって言って、アメちゃん食べてたの、それ分からないけど、その絶食の記事で書いてあったのちょっと笑えたんですけど、はい、その他に他の医師の意見って書いてあったんですけどね、はい、医師の方に絶食どうなんか聞いてみましたみたいな、はい、おすすめはしませんって書いてありました、ね。まあ、そりゃそうですよね。だって何も、何も栄養入れないんだもんね。ちゃんとあくまでもやっぱり食べるのが一番ええっていう話はしてますよね。まあ、それはね、まあ、ただその規則正しく、はい、まあ、栄養バランスもってことですよね、きっとね、はい。まあ、なかなかそのお仕事されてたらね、難しいんでね、やっぱ偏りますよね。そうですね。猪木高明やぞーってね、ありがとうございます。できなかったら助走してねーってね、言われてますけども。ね、ぽっちゃり、ボンちゃんの癒し笑顔が可愛いんですよって言われてますけどね。あ、ありがとうございます。あ、これはちょっと甘やかしのコメント来てますね。完全に。そうですね。完全なら甘やかしでございますね。言われてますけどね。じゃあ僕もわらわらってね、言われてますけど。ボンちゃんの中身って誰なんですかって言われてますけど、ね。いや、中の人いないです。中の人いない。言われてますけどね、勝手に打たせて横でミーティング先しときやって言われてますけどね。ちょっとエンデックメンバー呼ばないといけないんでね。呼ばないとダメなんでね、はいはい、マイマイの胸もないってあるから見に来てください、はい、なんで痩せるとか言って弥生県でおかわりするんでしょう。まあするな。2杯ぐらいするよね。絶対2杯はするするよね。最低3杯はする。朝の6時7時からご飯3杯ぐらい食べるもんね。そう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 、すごいよね。そうそうそう、はい、サイコ店長、ひそかにダイエットしてるのと言ってますけど、ひそかにダイエットしてないです。してない、はい、ワンダコーはなんで、しなかなと思ってるんですけど、ワンダコーはなんで買ったんですか。いや、なんか良さそうやったから。はい、筋トレ自体は好きなんですか。筋トレは好きですね。あ、好き。なかなかやる時間がないと、やる時間は今はないですね。今はない。前はちょっとやってた感じですかね。店長になってからあんまやってないですね。あ、なるほど、はい。まあ前あれでしたっけ、フットサルとかやってたんでしたっけ。フットサルもやってましたね。まあ最近はちょっとダンベルとかもあるんですけど。あ、あるんや。はい、
ちょっと最近使ってない。最近使ってない。使ってない。はい、ああ、なるほどね。まあちょっとね、あのサイコデジョンね、ちょっと引き締まったらかっこいいんじゃないってコメントも来てましたけどもね、最近ちょっとこうぽっちゃりっていうコメント多かったですもんね、はい、サイコ店長も。ちょっと気にしてる感じですけどね。そうですね、はい、設定下でも出るときは出るよでね、みんな痩せないに1票って言われてますけどね、はい、6は安定して出る、1は爆発出る、そんなイメージがありますでね、イエティは痩せたらかっこよさそうでね、 JP 含めて5兄弟ですよって言われてますけどね5兄弟やめそんないらんよね、入りたくないイエティは今や可愛いキャラでかっこよくはないよ、わらわらって言ってますけど可愛い言われてますけどね、まあまあそれも嬉しいですよね、はい、ハードちゃんボンドに強雷眼土下座してお願いしようとね、あ、ハードちゃんね、前々演技出たやつ、ビールバラわらわらとやってますけどね、あ、マネージャーもビール派でしたっけ、ああビールですね、あ、はい、ビール好きということでね、まあお酒好きな人はやっぱつきやすいのかな、むしろねビールそのものじゃなくて、そうそうそう、それと一緒になんかおつまみとか、はい、その辺の方で太るってはよく言われますけどね、そうですね、ビールだけはちょっとね高血圧とかあの辺はちょっと心配ですけどね、あ、鈴見下店長またチャンスゾーン行きました来ましたね、いいのかなこれ、どうなんですかね、やっぱスイカがめっちゃ引くんですよ、スイカは引く、あ、いや、 やっぱあるっすよ多分それ、上段のスイカはあれですか、強スイカですか、上段は確かね、あ、弱でした、はい、斜めが強スイカですね、鈴店長チャンスゾーン来たってね言われてますけど、結構ね、あの自力解除ゾーンも割と入ってるんですけどね、5ちゃいます、5、お、5っすか、まあでも鈴見下店長はどうかなって感じかな、ところで包み下全く当たらないと言われてますけどね、そうなんですよ全然当たらないですよ言われてますけどね、今のボンドさん素敵ですよと言われてます、 ありがとうございます、いやみんなあやまやかしコメント多いな、いやなんか嬉しいなもうやめとこうかなねえ、うちのおとんは175センチで54キロって言ってたんですけど、モデルみたいやね、はい、マネージャーのお腹の肉を前々の胸にあげたらええで、おいや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 、何をおっしゃってるんですか、もともとあるから大丈夫です、あ、ボンド店長が当たりました、当たりましたね、おめでとうございます、はい、もうすぐ今そうってびっくりしましたけどスイカや思うたら、そうです、だってもう、はい、だってキナナが右下がりにテンパしてたじゃないですか、あ、キナナやったんですね、キナナですね、なるほど、はい、プロテインダイエットしようという人もいますけどね、2食プロテインにすれば一気に落ちるよと言ってますけどね、痩せるんすかそれ、これはあの筋肉がつくのかな、あの脂肪分が、代謝が良くなったらね消費カロリーも増えるとは言いますけどね、まだスイカ引きますね、そうなんですよ、やっぱこれいいっすね、みんな3人とも自転車通勤したらいいやんって言われてますけどねきついなあの稲市の坂はきついぞ、そうですね、そのついても仕事できないかもしれないですね、はい、3倍すげえ、ついつい甘やかしたくなっちゃうボンちゃんとか、ありがとうございます、いやなんかこうずるいキャラですねこれね勤務中に空気椅子したりつま先立ちすればええねんって言われてますけどね、まあなかなかね意識してやればいいですけどね、そうですね、自転車だけじゃ痩せないから食事療法もやろうぜってね、もう酒飲まなきゃいいんだよって言われてますけどね、それはちょっと無理、いやまあ今無理ですね、無理、最高電車もちょっとビールやめれない、やめれないですね、無理、だって麦茶だもんね麦茶はやめれないよね、はい、ハート様と山の不動って言われてますけどね、はい、王子は痩せてるけど嫁さんにご飯食べさせてもらってないなって言われてますけどね、いや僕痩せてますし、あれでしょ、食べても太らないんじゃないですか、いや正直あんま食べれないです、あ、量が食べれない、はい、あ、そうなんだ、はい、いや家帰ったらなんでそんなの弱々しい大丈夫ですか、病人みたいなと弱々しいから来ましたね、食べるときは食べるんですけど、はいはいはい、まあ、コンスタントに食べないという感じですかね、コンスタントにはちょっと食べないです、1日1食、ああそうなんですか、はい、それは痩せるわ、そうなんや、ノック店長も確かそうですよね、あ、そう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 、食べなくてもいいって言ってましたね、言ってありますからね、庭所店長はイカ水じゃないと言ってますけど、イカ水じゃない、食べるときはめっちゃ食べますよ、あ、なるほど、まあ、痩せの大食いって言いますからね、なかなかまあ身にはつかないのかもしれないですね、ボンちゃんのチャームポイントでどこって言ってますけど、笑顔です自分で言い切ったね、はい、自分で言い切ったね、笑顔です、はいはい、じゃあちょっとお得意のね、はい、笑顔いただいていいですか何このあのジュノンボーイみたいな笑顔してるわ、笑顔してるわ、今ちょっとね、あの、笑顔する瞬間ね、舌でペロってやったおい、100ゲームからは100ゲームスタート、100ゲームスタート、来ましたね、おばあちゃんみたい、ナイススマイルあ、最高電車渡りましたね、黄色ですね、あ、黄色、
あれ、あ、リプレイですね。赤ですね、佐古店長。佐古店店長は ART が100スタート。ポンちゃん可愛い絵になる。偽善の笑顔。佐古店長1ちゃいます。1佐古店長1っぽい。あ、これ事故って出てるってこと。これだけ出して1ですか。いや、でも分かんないよね。もう 5でしょ、多分。結構、子役のオチはいいんすよ。多分当たった。あ、なるほど。当たった、多分当たった。あ、いや、佐古店長当たった。ほら、おお、来た。なんか3人急に当たりましたね。これ最初の展開と一緒じゃないですか。はい、そういう人店長だけちょっと出遅れた感じありますけどね。ブサカワブサカワって言ってますけどね。ボンちゃんかわいい、おばあちゃんの笑顔って言ってますけどね。エロカワって言われてますけど、待ち受けにしたいって言われてますけどね。待ち受けにしたい。じゃあ、ね、左端、宮下店長、青菜宮下店長どうですかね、ボーナス。これ6でしょ、多分。あ、宮下店長、宮下店長ちょっとうなずいてますね。うなずいてますね。ちょっとうなずいてましたね。いい声。うなずいてますね。うんうんって言ってますけど。なるほどね。すごいいい顔でうなずいてますね。僕は朝ここを打ちに来ていいですか、これ。もうね、タコガクのね、おのおのの予想当たってるかどうかちょっとわかんないですけどね。太ってる人は筋肉つけなあかんよ。ビールの飲みすぎはプリン体で尿酸値上がるから痛風になるから気をつけてね。まあ、これよく言いますね。体のこと考えてプリン体ゼロのビール飲んでる人いますかと言ってますが、これどうですかね、プリン体ゼロのビール味変わんのかな。ビール飲まないから分かんないんですけど。うちのおとんが飲んでますね。ゼロのやつ。うちのおとん痛風になったんで。なったんや。あ、それでちょっと飲み替えたって感じですかね。そうですね。空気椅子、ダディは何キロあるんですか。秘密。あ、0.1 トンはないということです。ないです、 0.1 トンないです。それだけ言ってきます。空気椅子、中学時代に部活で30分したって言ってますけどね。太るのは母親からの遺伝ですよねと言われてますけど。ああ、そうなんですか。マネージャーのお母さんは、あ、めっちゃ痩せてますよ。あ、じゃあちょっと違うのかな。うちのお母もちっちゃいからね。あ、なるほどね。それはあんま別に聞かないですけどね。聞かないと思うけどね。ね、ナイススマイルってね、言われてますけど、やっぱり新宿駅の副駅長やで、ボンちゃんと言われてますから。分からない、写メ送ってください。せめて分かる人に届いてください。ボンちゃんかわいいです、絵になるってね。いつの間に最高店長当たったんやって、ね、ケーキ知りたいって言われてますけどね。すいません、知らん間に当たってましたね、申し訳ない。包みした店長、尼崎で楽しい場所を教えてと言われてますけど。なんかあったよな。いや、あるでしょ、あるでしょ、あるでしょ、すみれんちゃん、あるでしょ、あるでしょ、いつも巡回してるところで。そこの巡回速度はね、早い早いですね。よう言われるんですよ。まだ時間が早い言うて。楽しい場所教えてって言われてますけどね。あのスポーツの森とか本当にいいですよ。子供とよく僕行きました。あ、なるほど、はい。あ、ちょっとこういい風なパパを演じてるわけですね、今ね。演じてますね。はい、これ多分あれですね、森店長ですよね、多分ね。はい、はい、プーソーって言われてますけどね。長崎スポーツ森ありますもんね、あそこね。なんで JP さんしてるんですか。だって試合とかたまに行きますから。あ、あの草野球ですかね。そう、あの長崎中央球場ありますよね、あの13号線沿いか。なるほど、はい。好感度アップ作戦と言ってますけどね。宮下店長 ART ゲットおめでとうって言ってますけどね。はい、いいな。キコーナの看板をボンドさんにしたらお客さん増えるんじゃないって言ってますけど。いや、それで増えるんやったらもういくらでも。すごいよね。ボンちゃん壁にしたいから最高の笑顔をツイッターにくださいって言ってますけどね。ボンちゃん笑顔高画質でくださいって言われてますけど、太るのは覚醒遺伝って聞いたよって言ってますけどね。あ、覚醒遺伝ってことはおじいちゃんとか、おじいちゃん、おばあちゃんが、まあ、そうですね、おばあちゃん。JP さんの体重予想90から95キロって言われてます。いいとこ行ってますね。いいとこ行ってんや。結構あれやね、体重あるよね。大概誰かに会うとラグビーかなんかやってましたかって言われますね。実は野球なんですけどね。野球なんですよね。モノマネージャーの下で仕事してみたいって言われてますよ。あ、ほんまっすか。嬉しいな。部下だったらこの人のためならと頑張れるっていう。すごいな。ほんまっすか、めっちゃ嬉しいわ。なんか配信でそこまで見れてるのもすごいな。じゃあ家は撮っときましょうか。いや、あの後でそう写真ください。ありがとうございます。遺伝というより食生活が一緒だからよく似た体型になることが多いです。キモジ、お、キモジ。いやー、最後でしょ、見せるね。おー、あ、黄色かな、あ、違うな、リーチ目出た。まあ、何かしらボーナスもしくは ART 入ってそうですね。3人の店長に聞きますが、この台の売ってみて感想、感触どうですかって言われてますが、じゃあ最高店長どうですかね。感触ですか。感触、あ、面白いか面白くないかも。まあ、そうですね、まあ、演出等も含めましてですけど、
良さげな感じ。まあね、あのサイコ店長の台本当にあのハマりがないんでね。はい。結構あの、まあ、これだけ当たってくれたら全然面白いですよね。そうですね。はい、まあこれ見たらちょっと設定カンパのなんていうんですかね、皆さんのね、予想というか、まあにはなるんじゃないかなと思いますけどもね。堤下選手ね、ちょっと途中ハマりましたけどね。そうですね。でもいろんな演出あってこう飽きないなっていう感じはしますね。まああとやっぱりその設定カンパ予想である子役のね、あの落ち具合とかもやっぱその辺もポイントになってくるんじゃないかなと。そうですね。その辺詳しかったらもっと楽しく出たなっていう感じですね。そうですね。はい。じゃあ東京電車もね、ちょっと途中代変わったんですけどもね。はい。まあ今日はもう上じゃないかというふうに確信持ってましたけどもね。はい。やっぱ上しっかり出ますんで、バゲーニョ。なるほど。一撃性とかあんまスピードはないですけど、はいはい、長く遊べるいい機会じゃないでしょうか。まあそうですね、ニワショ店長の台と、まあ、サイコ店長の台に関しましては結構当たりが早いのと、はい、まあ、ARP も割と引けてるので、まあ、本当に長く遊べるんじゃないかなという印象はありますね。ボンドマネージャーどうですか。ああ今また当たりましたよ。当たりました。今何ですか、ボーナス。黄色です、ね、黄色2連チャンですね。黄色にスイカ、強スイカからの黄色やったんですけど。そうですか。なんかそういうの設定数あったりするんですかね。あ、多分あると思いますね。あのエヴァシリーズは多分あると思います ね, ですよね。まあ、さっきね、堤下店長もおっしゃってましたけど、まあ、割とそのレア役は落ちてるから、その穴出ししたとも言えないというふうに言ってましたけどね。まあ、エヴァンゲリオンは歴代ちょっとカンパ要素が多いので、そうですね、まあ、打ち込んでいけば分かるような感じもありますけどね。はい、シゴロシゴロ王子6じゃないと言われてますけどね。ボンド、なんて書いてるかちょっと分からないんで、もう一回入れてもらっていいですかね。はい、恐怖のオセロ配信ってどこの店舗で行うんですかって言ってますが、なんかね、オセロ千里でやろうかって言ってましたよね。そうですね。はい、やっぱオセロ強い人がいるんですよね。僕です。あれあれ最高成長でしたっけ。将棋が強いやつは向井名人。あ、そっかそっか、いましたね。名人、はい、名人がいるということで、ね、名人いますもんね。向井名人です。向井名人いますもんね。そうそうそう、まあ、将棋もしくはね、オセロ配信やろうかって、ね、言ってましたけどね。ポスターが衝撃的すぎましてね、向井名人の。そう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 、載ってたね。そうそうそう、あれ面白いですよね。若い人は分かるかもしれないですけど、昔谷川浩司の将棋のファミコンソフトあったんですけど、はいはい、それそっくりなんですよ。じゃなんかパッケージのそっくりだったんですよ。びっくりしたんですよね、私ね。はい、言われてますけどね。尼崎ってダウンタウンの出身地でしょ、天才が多いらしいねと言われてますけどね。まあ尼崎ね、結構芸人さん出てる方多いですけどもね。そうですね。そうですね。ただまでもこの中尼崎出身の人はいないんじゃない。地元の人は。でも伊丹と尼崎の境目ですけど、ね。あ、なるほど。はい、今多分尼崎ではないよね。お店が尼崎にいたっていうだけでね、堤下店長ね。はい、はい、市の体育館とかで事務機器置いてるところで安く運動できるところとかないんですかって言ってますが。あ、市民体育館はそんなのありますよね。そうですね、まあ、場所にもよると思うんですけどね。あ、まあ、置いてるところもあると思いますね。ただ大阪市内は結構競争率高いので、なかなか体育館取れないんですよね。ボンちゃんランニングどうですかって言ってますよね。ランニング、ランニングとかでもいいんですけど、痩せるんですか、ランニングして。どうですかね、まあ、その人のまあ、特色と言いますかね、向き不向きもあるから。痩せへんかったらもうしんどいだけじゃないですか。言われてます、ね、ランニングってね、はい、意外とカロリー消費してないんですよ。なんですよね。だって30分以上でしょ。そうやってなおかつそれでなんかご飯一杯分とか言われると、はい、げんなりしますからね。そう、結構、いや別にしんどい思いするのはいいんですけど、 そ, う そ, う そ, うそれで痩せへんかったら、なんなんね、見返りがないとやっぱり動きたくないですよね。こうしんどいだけとかいう感覚が間違えてると言ってますけど。そうですか。言われてますけどね、普通に歩いたらいいやんって言ってますけどね。あ、まあ、それもねいいかもしれないです ね, そ, ね、はい、それ見たいてね、お腹空いて、あ、ボンドパンマン顔壊してと言われてますけどね。ボンドパンマン分けていただけるんですかね。あ、フリートーク僕に会いに来てくれたらあ、ぜひね、はい、来てください。まあ、最後は設定は高設定かもだけどってね言われてる方もいらっしゃいますけどね。さあ、まあ、上は上臭いですよね。上臭い、はい、まあね、うん、この3人の中だと、まあ、庭塩店長と最高店長は上じゃないかなっていうね予想は来てますけどもね。そうですよね。はい、まあ、あとね1分で2時ですけどもね。はい、
じゃあボンドちゃん水泳どうって言われてますよ。あーそう、水泳やろうかな思うとんすよ。あ、水泳なんか一番効くみたいな、あれですね、腰とか膝の負担が少ないんで。そう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 、あとね、全身運動になるんですね。はい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 、そう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 、はい、やっぱね、ぜひ、水泳ね、やる場所があればね、いいですけどもね。市民プールとかありますけどね。そうですね。はい、JP さん、ボンド店長には自己破産した種田でお願いします。何、ケツバットの話か。ケツバットの話、自己破産したろ。知らんの、はい、もうしんどいだけとかでね、最高店長また RT、ART 入ってたって、ね、はい、言われてますけど、 JP さんとぶつかり稽古しようと言われてますけどね。これどっちも怪我するからやめとこう。はい、言われてますね。脂肪は浮きやすいよでね、前々今日の罰投げってことで、今日は先手乾杯間違えた店長は罰、ケツバットですね。はい、水泳が一番効率よく痩せますよ、体に負担かけないし。あ、ね、やっぱりそうなんですね。はい、水泳にしよう、水泳をやろうと思っている過去1年前からって書いてますけどね。じゃあ1年やってないってことだよね。はい、ケツバットはバースでお願いします。これ、ね、じゃあ、メインカメラ持ってきてもらっていいですかね。じゃあ、マネージャーこっち、はい、来てもらっていいですかね。はい、はいはい、終わりですってことでね。最高店長ね、まだちょっと ART 続いてますけども、じゃあちょっと一旦止めますか。はい、あら、いやー、ほんとサイコ店長の場合ずっと出てましたね。そうですね、結構ね、ハマり本当になかった。2、3メガ前出てますよ。あー、すごいね、2時間で早いですね。あ、これ日付入ってないよ。そうなんですよ。日付ちょっと入ってなかったんですね。入ってるやつありましたよ。あ、じゃあ入ってるやつ持ってきますか。入ってるやつ持ってきましょうか。はい、どこっすか。なんか向こうの方に、向こうの方に、向こうの方にね。あ、水泳は泳ぐよりも、水泳の水中の中歩いて往復すると効果大きいですよってね。あ、泳ぐよりも。そうですね、結構しんどいですもんね、水中歩くの。あ、そらしようかな。お、やりますか。ただちょっと時間がね、限られてるので。そうなんすよ、時間がないんすよね。で、夜空いてるとことか少ないですからね。うん、ちょっとね、今告知の準備してますのでお待ちください。ボンのマネージャーも予想して外れたらケツバットしようねと思います。僕、はい、ほんまに200ゲームぐらいしか多分回ってない。あ、それかこのね、3店舗の店長の予想をしてもらってもいいですけどね。あ、はい、はい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 、ちょっとお待ちくださいね。はい、あ、明日抽選時間違うんですね。そうですね、ちょっとサイトは変わってるんですよね。そうなんや、はい、なんでなんすか。今度、はい、そっちがあったんすか。みんなで探しに行くけど持ってきたのに。なるほど、はい、あ、すみません、持ってきた、本当や。あ、ほんまや、せっかく持ってきたのに。はい、200回せば十分やでと言われてますけどね。いや、十分じゃないでしょ。それで分かったな。それで分かったもん。あ、もしくはボンドマネージャーは誰が設定カンパ成功するかを予想するでもいいよ、ね。ああ、そうしましょうか。じゃあ そちらもいいですね。さっきのね。さっきのね。じゃあちょっと、ペンとね、マジックお渡ししますんでね。これですか。あ、置いてます。はい。はい、じゃあその間マネージャー告知をお願いしていいですか。ああ、わかりました。はい。はい、じゃあこれ日付変わって今日ですかね。今日ですね、はい、7月4日土曜 日、はい、AM10 時オープンということで、はい、キコーナー大阪エリアですね、はい、26店舗あるんですけども、なるほど、一斉オープンということで、はい、まあ毎月、ね、はい、これなのかなっていうところですね。そうですね、もうこの、店長集結の後はっていう感じですよね。ほんで、はい、ね、サイトに関してはそれに合わせて、はい、大変混雑が、予想されるため、なるほど、はい、15分間ね、はい、いつもより早く9時15分ということで、はい、抽選、始めますんで。わかりました。整理券配布したりしますのでね、はい、お時間だけお間違えないように。そうですね、お願いいたします。はい、はい、4月4日はインデペンデンスデー、頑張れ各店舗ということでね、アメリカの独立記念日でしたね。JB さん言ってましたけどもね。言ってましたね。はい、言われてますので、ぜひ遊びに来ていただきたい。明日は、明日というか今日はほんま気候な、大阪エリア、ね、どこでもいいんで、はい、はい、どこでもいいんや。どこでもいいですもん。どこでもいいんや、はい、特に、まあ、北節、まあ、特に北節3店舗、まあ、あとあれですね、大阪市内の、淀川区と海老江と吹田と ね、まあね、はい、来ていただけたらという感じですかね。このね、26店舗もまだ増えていくのかな。これ私たまに見かけるんですけど、はい、たまに奈良も入ってるんですよね。そう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 、一応プラス2店舗ということの28店舗というね、看板も見るんですけど、そうそうそう、まあ、これ正しくはどうなんですか。もう奈良も入ってるという感じなんですかね。まあ、そうです、まあ、まあ、いいか、まあまあ、大阪でいいか、まあ、もう大阪でいいですね。はい、ちょっと遠いから雑やな。奈良は遠いから。いや、これがまだ増えていく、今後増えていく可能性も十分。そうそうそう、まあ、そうですね、今月
ツとかもうなんかいや分からんすけど適当かでもねなんか求人とかもちょっと入ってるんでねそうですか新しいもう入っとんすかいやもう入ってるんすよあの求人とかね求人とかね分かりましたぜひね、はい、その辺もチェックしていただきつつ、はい大阪26店舗プラスにでもねならお願いしますね、はい、じゃあと入場整理券、7月4日サイトねちょっと時間が違うということでじゃあこれ堤下店長教えてくださいそうですね7月、はい、明日だけなんですけど、はい、9時半の抽選がですね、はい、明日だけ9時15分になってます、もう明日もちょっと混雑してしまうんでこれ入場整理にトラブルにならないようにと9時15分にしておりますんでねなるほどそんだけお客様が来られるということでそうはいぼんちゃん嘘くさいちょっと盛り上げてちょっと笑いたいでも本当にね確かにね2、300名様並びますんで私もねいた時はやっぱそこが、はい、並ばれてましたねこの許さなんだやろぜひねあの皆さんのサイトのね、お越しになられる方はお間違いなくということで、そうですね。はい、9時15分が、整理券配布ということでね、はい、ぜひ。茨城と整理は？そう、整理。茨城は9時半です。おお。いつも通り。はい。9時半。整理は9時45分ですね。ああ、ちょうど15分ですね。事前に入場整理券を配布しております。ああ、なるほど、はい。事前に整理券配布です、ね。ちなみに、はい、北摂さん店もこのポスターが出た日は成績いいです。はい、お。そうなんすよ。いやじゃあたくさま、たくさんの、ね、お客様に支持されてると、はい、本当にありがとうございます、はい、非常に多く来ていただいてるというところで、ね、なるほどね、はい、なんでそんなもんじゃん言われてますけどね、まあぜひ、明日、本日ね日付変わりまして7月4日、まあ、特に北摂エリア来ていただけたらなと思いますのでよろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあ、設定看板書きましたか。書きました。はい、書いた。徹底対抗します。サイト店に明日。お、なるほど。わかりました。グループ同士で、グループ同士で仲間割れしますけど、大丈夫ですかね。みんなね、徹底対抗して、こう、切磋琢磨して盛り上げていこうと。なるほどね。はい。決して仲間割れじゃない。仲間割れじゃない。勘違いじゃないけど、仲間割れじゃないですよ。喧嘩勃発してませんのでね。はい、大丈夫ですよ。ということで、じゃあ、ボンのマネージャー、これ、誰が当たると思いますか。だから一回出してもらって僕が見て、はい、でそのさっきの挙動を見て見てたんで、はい、当たるんじゃないかと。誰が当たってるかって当てますわ。わかりました。じゃあ自信ある人一番。ないんかい。自信ないの？最後店長は？いやどっちかやと思ってるんですよ僕は。あ、上のどっちか。はい、ああなるほど。どっちかなっていうところですね。あれ自信ある人いないの？じゃあボンドマネージャー指名しててください。じゃあ誰から出すみたいな。はい、で。にわしお店長これです。じゃあなるほど、いきますよ。あ、じゃあちょっと待ってくださいね。はい、はい、あ、4、それか。おお、4ということで、これはどうですかね。根拠みたいなのありますか。勘です。勘まあだいぶ良さそうな感じでしたけどね。雰囲気、はい、これです。にわしおは4ということで、はい、じゃあ次、じゃあ堤店長。あ、いきますか。堤店長、僕ね、はい、これかな。おー、やる、これあるんすよ。いや、チャンスよ。僕ね、絶対に1か2か3かなと思っとったんですよ、ね。あ、訂正って。でもな、意外とか言われたんで、うん、そうです、あの反応っすよね。5から6かみたいななって、はいはいはい、いや、6やろと思って、僕5の。4、5、そっちが意外っすね。なるほどね。僕も結構勘ぐったんですよね、その意外が。はいはい、あ、なるほど。じゃあ、最後でしょ。これかなと思ったんですけど。おー、なるほど。かぶった。なるほどね。まあ、サイコ店長の場合は一応ね、あのビッグは1対1な感じでは出てたけども、まあちょっとキスっぽいなと。そうですね。なるほど、奇数じゃないかと思った感じですかね。はい、まあ、じゃあ、あの言いましたとありえますよね。なるほど。僕も6かなと思ったんですけど、はい、5にしましたね。僕6か5かで迷ったんですけど、はい、ゴミしましたね。まあ、赤が2回来たんで。あ、なるほど。青が1回で、はい、わかりました。これね、マネージャーどうですか、これ見解。これね、多分全員違いますね。あ、全員違う。バラバラっていう意味ともらってたんですよ。あ、なるほど、全員違う。全員違いますね。あ、違う、はいはい、あ、なるほど、違うんだ、はいはい、僕マネージャー全員違うってことはマネージャーの見解どうですか。あ、そう僕は、はい、庭店長の台6で、あ、6、最高店長の台4で、僕あったんですか。いや、3です。いや、それ意外じゃないでしょ。
そういうことね。いや、一夜思ってたけど、意外にそうだったあれは参加みたいなモノマネじゃん、言ってみたかっただけやろってやってますなるほ どうぞ、そうやな、いや、ちょっと待ってくださいね、はい、やる思ったんですよね、僕もちょっと2時間じゃあ難しい、ね、あ、短い、めっちゃおもろい喧嘩やったって言ってますけどね。はい、まあ一応、エボのマネージャーはみんな違うんじゃないかと。いや、積み下伝承のやつだけ当たり。わかる、あ、だけ当たり、あとは違う、ね、だからあと6、4ですよ。6、どっちか、あ、逆っていうこと、あ、どっちかどっちかですね、どっちかが6でどっちかが4、どっちかが、そうそう、仕事準備してるでしょ、そりゃ。まあね、これは誰ですか、やったん。まあ、あのサイトの新主任です。ああ、新主任。ああ、なるほど。新主任か。ちなみに、ボンちゃんの代はどう思いますかって言ってますけど。僕の代ですか、1です。はい、1? さすが。じゃあ、はい、1です。言われてますけどね。はい、じゃあ、発表しますかね。当たってる人はいるんですか。当たってる人、います。おい、来た。ほら。いますよ。いますよ。何があるんですか。いやー、じゃあ、ちょっと発表していきますよ。発表していきましょう。はい、じゃあ、ちょっと。4人寄ってもらっていいですかね、カメラ、はい、入るようにね。はい、じゃあそんな感じで、じゃあ行きますね。じゃあ、設定が、一番上の台発表します。じゃあ、はい、設定6だった台。おお、あるんや、やっぱ6入ってんねや。ありますよ、はい、ほら、やっぱ。じゃあ発表します。じゃあもうこの時点で外れ、ここで僕来たら終わりや。6おらんってことですもんね、はい、予想する。あ、どうしようかな、6最後の方がいいかな。さっき言った方がいいか、さっき言いましょうか。じゃあ言います、はい、言いましょうか。じゃあ、はい、あ、4、5、6入ってたんかって例が言ってますけど、4、5、6入ってますね。入ってるでしょ、間違いない。はい、じゃあ、6がいないので、じゃあ6言います。はい、はい、設定6だった台は、聞かせてくれ、最高天井。いいほな、出た出た。あ、6、え、あ、嘘、やっぱそうなんや。6か、6でした。いや、よう当たってましたもん。まあ上とは思ったんすね。やっぱそうなんや。パチパチって言ってますか。あ、あ、6か。じゃあ次、ということはもう結場とか確定確定ですね、もう1確ですね。はい、じゃあ次、ちょっと待って、もう俺2かな。5だった台行きましょうか。おお、いや、多分僕だから5なんですよ、これで。いや、間違いないです。じゃあ5いきますね。鼓下店長。すごいな。やっぱりね、レア役の落ちもあったんでしょうね、きっとね。その意外で、ってことはみんなの反応だけで。じゃあ、どうしようかな。僕当たってるでしょ。設定4かな。はい、4の台。宮下店長。バッチリ。トリトリ。素晴らしい。ほら、めっちゃ惜しかった。バフマネージャーの台は。バフマネージャーの台。セテン2です。間違えた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 よ。ということで、ケツバットはボンドマネージャーとサイコテちゃん。嘘でしょ、俺も。そうですよ。うわ、もう歌んかったよかな。いや、ちなみにこれサイコ店長当たってたら、はい、我々がケツバットやったんですよ。そうですよね。いや、もう途中まで66って言ってたから僕もそう、ドキドキしてた。ええ、まあ、ニュース店長とサイコ店長がどっちかなと思ったんですけど。いや、そうですね、意外って言われたんで。そうなんですよ。そうそう、はい、僕はもうちゃいましたボンちゃんとサイコ店長イエーイってやりますからね。意外という言葉に惑わされた感じ。惑わされた感じ。信じへんからですよ。自分のことを、己をボンドマネージャー、しかも見解結構めちゃくちゃでしたからね。いや、でもここはやっぱ5やったから。なるほどね。あー、見事だ。ここ当てんのすごいっすね。すごい、それもう堤下店長はすごかった。あれですよ、勘っていうか、みんながもう一回みんなのバラバラっていう、ぐるぐるぐるって考えながら途中まで、あの下の方やっていう話されてたから、あ、これ絶対堤下店長今日こそは罰ゲーム受けるわと思って、下やと思ってたんですけどね。それで意外なんで、びっくりした。4しかないわと思って。あ、最高店長最初の勘信じてたらよかったね。そうですね。ますね。いやー、ということで、ケツバット、いきますか。頑張ってください。JP さんお願いします。JP さん行く。JP さん、JP おじさん行くの。ボンドマネージャーも。ボンドマネージャーと最高店長。はい。なんすか。なんでやねん。なんでやねん。JP さん最近目隠しなかった？目隠し。目隠しこっちありませんでしたっけ？あったっけ？あ、私カバンの中入れたわ。じゃあ撃たれる人を目隠ししますか。撃たれる人目隠しするんすか。はい、目隠しいる？いや、いるいるいる。あの、心の準備いるでしょ。はい、はい、見えない方がいいでしょ。はい、じゃあ、あの好きなやつどうぞ。お二人、はい、お二人、ね、好きなやつどうぞ。はい、はい、好きなやつどうぞ。
この後ろの2人の勝ち誇った顔。そう、完璧余裕ですよね、これね。もうメガネの上からいけるんですか、これ。あ、多分いけると思う。大丈夫ですよ、はい。メガネ取りますか、大丈夫ですか。メガネ取りましょうか、ちょっと。大丈夫ですか、はい。あ、ボンちゃんの素顔が。ボンちゃんの素顔が。アイドルみたいな。アイドルや、アイドルや。あ、ちょっとイケメンっぽい感じ。あ、最高でしょね。それ懐かしいな、なんかね。なんか巨人の星っぽい感じ。はい、縄手で使ってたね。使ってましたね。はい、ボンちゃん、かわいい。かわいい。何も見えへんすよね。めっちゃあるじゃないですか。はい、じゃあちょっと定位置までお二人、はい、ちょっとね、じゃあ真ん中ね、ちょうどカメラでいける感じで。どうですか、はい、ここでいいんですか。はい、いいですよ。はい、ここで、どこ。じゃあ一人ずついきますかね。はい、どっちからいきますかね。じゃあ僕からいきます。あ、最高電車から。はい、はい、じゃあ最高電車どうしようかな。こっち向いた方がいい。もうこっちでいいか。横向いてもらった方がいいか。こっちでいいんじゃない。こっちですか。はい、じゃあそういう感じでいきますかね。じゃあいいですか、はい、行くとき行くって言ってください。あれ言うの。目隠しの意味ないじゃん。目隠しの意味ないじゃないですか。うわー、めっちゃ痛そう。なんですかね、いろいろとなんか王貞治でやるとかいうコメント来てましたね。バースとかいろいろありましたけどね、はい、なんかあの野球詳しい人いるんですかね、ここ。あの店長たち、あんまり野球は知らない。僕野球やってましたよ。じゃあ最高店長誰で行ってほしいですか、モノマネ。モノマネですか。はい、誰で行きます。かわいいかわいい。あんまりパワーヒッターじゃない。送りバントやん。じゃあね、ちょっとパワーヒッター行きますか。 JP さん誰がいいんやったっけ、似てるって言われてるんやったっけ。何、中村のりひろとか。あ、のりひろ。じゃあのりひろ行きますか。のりひろ行きますか、いいんですか。はい、お願いします。怖いな。怖い。機材だけ気をつけてね。はい、この辺、物ないですか。大丈夫ですか。何もない、何もないですよ。はい、大丈夫ですよ。いやー、後ろ、堤下店長のね、ニア商店長、温かく見守ってますけどね。じゃあ、中村のりひろいきますね。はい。バントで済まそうとすなって言われてます。はい、じゃあ、行きましょうか。いやー、いつ来るんやろ。ちょっと、はい、ホームラン。はい、ホームラン。すごい音しましたけど。はい、ホームラン。最高店長死んだ。死んだ。最高店長死んだ。スリーランホームラン。いやー、いいねー。さよならかなー。いや、いいホームラン来ました。今ね、あの大阪ドームのね、だいたい5階席来ましたね。はい、なるほど。ね、いや、はい、最高店長が悶絶してる。ナイス。ナイス。ボンドはバース。めっちゃジャストミートしたんですけど。ね、パスコーン行きましたね。いや、さよならホームラン。ケツ取れた。うわ。今マネージャーが次は俺か。ね、ちょっとね、哀愁漂ってますね、これね。え、めっちゃすごい音してませんか。しかも見えてない、見えてないもんね。見えてへんから、もう全然分からない。音だけで言うたら、ほんまに飛んでくぐらいの音でしょ、今の。で、クロマティ、八重樫、バースで行く。じゃあ、八重樫行きましょうか。八重樫。八重樫が分からんすもん、僕も。ね、まあ若いからね、店長たちはね。じゃあもう最高でじゃあ、でも外してもらっていいんだよね。はい。はい、どこですか。で、多分ね、ボンドマネージャーですよね。初めてですよね、ケツバット。は、初めて、ね。最高店長、なんか、はい、アドバイスあげてもらっていいですか。アドバイスですか。はい、マネージャーに。結構、やっぱり、はい、穴閉めとかないと、あ、なるほど。破れそうになります。穴閉めとけ。あ、ケツ引き締めろということで。破れます。すね。わかりました。じゃあね、誰でいく？八重樫。ブライアント。ブライアント。あ、変わったね。いや、まだ強そう。強そうよ、ブライアントの方が。めっちゃ振り回してる。じゃあ、いきますかね。嫌やな。痛い！痛い。しかも多分今 JP さん、お尻やったらあんま痛くないから、太ももぐらいだ。めっちゃ痛いわこれ、ほんま。なんなん、もう何しに来たんやろ。ほんまに近鉄つながりって言ってますからね。さあ、痛かった。いや、天仰いでますね。もういいわ。太ももいったで、ね、ちょい下やった。笑いと笑い。グランドスラム2発来た。ナイスバッティーだって。インロー引っ張ったって言われてますけどね。いやー、ボンちゃんお疲れ。ほんまもう、なんなんもう、めっちゃ。めっちゃ怒ってる。はい。痛い。ほんま痛い。お尻大丈夫ですかね。いやー、大丈夫じゃないでしょうか。大丈夫はい、ということでね、お疲れ様でした。はい、基本社の企業茨城サイト店からね、本日お送りしました。明日ね、本日日付変わりまして、26店舗大阪エリア、合同でね、やりますので、ぜひ遊びに来てください。
よろしくお願いします。お願いします。ね、あの最後伝承、マネージャーね体張りましたんで皆さんぜひ来てくださいよ。遊びに来てくださいね皆さん。よろしくお願いします。はい、明日はね JR 奈良駅前店から、高木伝承出ると思いますのでよろしくお願いします。それでは遅くまでありがとうございました。さよなら。バイバーイ。バイバーイ。痛いわほんま。